はい、皆さんこんにちは。金八やごらの時間になりました、はい。この放送はですね、6月の22日です。今は22日ですね、はいはい、22日に収録してますが、24日に、はい、金曜日、この放送となります、はいはい。ちょっとその2日間の間にですね、はい、EU の、その離脱の問題がね、はい、してありますので、そこはちょっと放送できないんですけど、わかりません。はい、22日の段階での、その金八やごらということになります。で、私はその司会をさせていただきます、日本海賊党の須田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして皆さん自己紹介をお願いします。はいはい、東急不動産騙し売り裁判、東急不動産消費者契約法違反訴訟原告の林田力と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元川崎市議会議員で映画選挙通の、山内和彦です。今海賊 TV では山さんの選挙ウォッチ参議院選挙特集田淵さんと一緒にやっております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、組物サーチャイ広場でもお世話になっています。生活保障を掲げている、元祖生活保障を掲げている石川久美子です。よろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。はい、山さんの選挙ウォッチでお世話になっております、公認システム監査人、国際会計基準として公共政策コンサルタントの田淵でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それではですね、早速いつもとの用意にね、お題からまず紹介したいんですが、はい、その前に何か石川さんがですね、はい、お宝映像を撮って、ね、お宝なのか、はい、報復税法なのか。今日参議院告示です、はい、あ、公示です、公示ですね、はい、22日、このスタジオに来る途中になんとすぐそこで遭遇してしまいまして、これやと思って激写をしてきました。放送事故ではございます。これはどこの塔ですか？日本の心を大切にする塔ですね。おー、そのハロウィンのなんかそのみかんみたいなのと、うん、これマック赤坂さん困るでしょうね。なんかこうね、なんか目指す方向がちょっと、なんか目指す方向が一種の盆踊りなんですかね。日本の心は盆踊りなんでしょうかね。3月に遭遇した時は日本の心、それはこう、選抜高校野球で負けた高校が勝った高校に手渡す千羽鶴とか言ってましたけどね。季節ね、季節ごとにいろいろあるんでしょうか。一応なんか攻めのセリフがあるんですね。はい、今度はお題の方に、ね、はいはい、なかなかお題は、うん、ちょっときついよな、うんうん、マック赤坂さん困るんじゃないですか。これどうするんですかね。だって選挙フェスとか言って歌ったところでこれに負けちゃいますかね、破壊力。破壊力、これ三宅大家さん選挙フェスとかじゃないですね。松山里奈さんもピンチじゃないですか。あーアーティストダメじゃない。これちょっと皆さんかすみますね、これあまりの破壊力。今日何を話そうか分かんないですよ。本当に、いやうん、はい、まあ、一応問題決まってるんですが、はいはい、まずやっぱり参議院選挙の話ですね、はい、これまず最初、まあ、今日が、うん、公示日だった。今日公示日ですね、はい、これどうなんですか、今週の政局でも一緒にしてもそれちゃんと話振った方がいいんですかね。 あのね、青山茂春さんのことでちょっと振りようかと思ってた。お、はい、あ、今日初日でなんか、はいはいね、はい、あの独立、はいはいはい、じゃあそっちの中心にね、うん、最初話題をですね、うん、して、で、あとで政局ということにしましょうか、うんうん、はい、でそれから熊本のですね、うん、今度大雨の、いや、これすごいですね、本当にお見舞い申し上げます、だけになってね、うん、なんか追い打ちをかけるようになってますね、はい、これはやっぱり政府がしっかりやんないと、うちね、党員の親戚が熊本市内とね、うん、人吉にいるんですよ、ね、うん、ああ、すごい心配ですね、うん、うちも熊本の親戚がトマト農園やってまして、なるほど、そう、それは大変ですね、うん、あとね、その米国の方でもようやくその遺伝子組み換えの表示がね、まあ、今までその否決ばっかりされてたのが、うん、予約通ってですね、うん、これからはそれが主流になるという、やっぱり消費者の意識が、うんうん、ね、それも大ニュースですよね、はい、はい、それと舛添都知事が結局辞任されたと、あ、やめましたね、じゃあ今度は選挙はですね、はい、知事の選挙どうなるのかというところで今混沌としている状態ですよね、はいはい、さっき の、 その日本の心っていうところはその、はい、都知事選も誰か出るんですか。あ、どうなる、いやでも出るんじゃないですか、都知事選はみんな出すから。でもそれ統一区もね、うん、マックさんがなんか今回統一区って野党の話なので、マック赤坂さんがどこに出たんですか今回。
だ無所属、本来無所属なんだけど、うん、なんか応援をいろんな政党に、そうそうそう、バーターでも仕掛けてるって話なんで。え、だって新党改革選挙カーに乗ってましたよ、マックさん。マックさん、あの、荒井さんとこ、荒井さんとこ、高木沙耶さん、はい、推薦で出るかもしれない。いやー、ちょっと消滅の気がしないにもないですけど、なんか百田さんが出るとか言って、玉上票をそのままいただこうかっていうような、うんうん、出たんですか。いやいや、わかんないです、まだ。あの、いや、都知事選挙の話です。あ、都知事の話。そう、都知事、ね、だから都知事はもう参議院選挙終わってからの話になっちゃうけど、参議院選挙、都知事選挙となって、また政局があったということですね。渡辺さんも出たがってますね。渡辺さん出たがってますね。渡辺さんは都知事の方、はい、都知事です。一回出てるから。あ、でも自民公認しないそうです。まあ、それはね、いや、それしないでしょ、やっぱり大使取れないって分かる。ブラック企業でね。ブラック企業でも、ブラック東京都にいますね。そうそうそう。ね、なんか自分がリーダーとしてうんたらかんたらみたいなことを黙ってるの。また100円を節約する経営者の視点でとかなんか、ね。ああ、それで何、都民みんなブラックがすりゃ、ね、職員全部切っちゃってみたいなね。はい、じゃあですね、最初はまあ参議院のね、はい、今日は始まったということで、はい、まずちょっとその、まず一つはその、青山氏、ね、各政党の公約を見て、はいはいはい。まず青山さんからいきますか。はい、青山さん。はい、じゃあ、田淵ゼロ二のやつですね。はい。なんか早速やらかしたんですか、ね。あららら。うん、まず。なんか。あ、それは違いますね。それじゃなくて、そこですね。はい。はい、はい。なんか青山茂春さんの選挙カーが、はい、なんか、あの、鉄道の桁下の低いところに引っかかって、あららら、倒れちゃったみたいな。なんか、ど素人なことやってます。そう。あ、関西には結構人気のある方なんですけど、ね、レギュラー持って、うん、いやだから事故も美味しいとか 言ってる関西人が、美味しいとはないでしょ。関西人はそういう、関西人はね、そうそうそう、目立ってなんぼの世界ですから。お笑い100万票がそうそう、お笑い100万票なんですよ。まあ、東京だとあかんない。で、まあね、その、まあ、青山さんに私が期待すること、彼は消費税減税派なんですね、うんうん、全部 7% にしろとかね、うん、5% にしろとか言ってる人なんですけど、うんうん、まあ、ちょっと前も出したんですけどですね、はいはい、一応ここにこう、あの、インサイドコラムによるとこう書いてあるんです、うんうん、つまり食品だけ 5% になるぞと、うん、いうことを言っておられたんでですね、はいはいはい、これを言ってくれるんだったらいいかもしれませんね、うんうん、いやで今現職で議員やってる自公は一回これで納得しちゃってるから、うんうん、なかなか蒸し返せないんだけども、うんうん、もしこれをね、うん、青山さんがやいや言えばね、うん、次の秋の臨時国会でもうちょっと範囲広いましょうかとか、うん、ただあの自民党言っててるからやっぱり自民党の公約を逸脱するようなところはなかなか言い出しづらいでしょ、今までは言ってても、ね、彼はそんな守ると思います？言われるんじゃないですか、どうなんでしょうね、うん、であと青山さん、まあ、比例ですけれども、うん、比例ですよね、うん、比例ですから、 あんまり地方議員もそんなに手伝わないと思うんですけど、うんうん、もうあのテレビの人気でどんだけ取れるかっていうことですよね、うん、逆にだから、うん、日心さんとか厳しいでしょうね、食われちゃうから。あ、そう、いや、そうですね、あの、うん、青山さん主張がね、うん、本来青山さんはそっち行くべき、うん、いやだからあれになったんですか、うん、盆踊りになったんですか。いやあれで青山さんが踊ってればね、面白い。そう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 という路線だと思うんですけどね。なるほどなるほど。でも自民党はやっぱ10万票だと入れますよ、ね、でいけるはずだから、テレビである程度知名度ある人レベルで OK なんですね、うんうん、今回もあの結構自民党はなんか大躍進じゃないですけど、うん、ま、負けないっていうような感じにはなってきたので、うん、あの自民党で田口さんが出るって話もありましたよね。あのね、あれは結局そうなんですね、あれが出たら可能性だいぶあったんですかね。自民党だったら微妙だ、微妙、うん、あの、うん、いけるかもしれないんですけど、ただね、谷さんは好き嫌いがあるから、うん、実はトータルでマイナス効果の大きいって意見もあって、うん、結局だからかなんか4党ぐらい声をかけてきたんだけど、うん、どこもなんか本気で口説いてたんじゃなくて探りを入りに来ただけだったみたいな。だからなんか生活の党の関係者に言わせると、うん、ある関係者が来たのは実はホッとした。あ、実は谷良子さんの場合はプラスマイナス両方あって、うん、実はトータルじゃマイナスの大きかったんじゃないかって意見もあるぐらい、だから生活ので出なくてよかったっていうのと、うん、あと他党で出たらまたあの小沢さんとでマイナスなわけですよ ね、うん、まあ、だから、だから出ても出なくても、まあ、出ないでよかったということですね、うん、今回やっぱりその、いや、だってこれで自民党が出たらもうこれスポーツマンシップになんか乗ってないじゃないですか。指導を入れないと、指導ですね。そうです、この寝技で一本なしですよ。ないですね、あの、
あの岡本英子さんに逃げられたこともよっぽど痛い、ね、ああ生活のドアね、生活のドアとしてはね、神奈川で出られてた、うん、なんか増田さんがあの柔道やってたから肩周りに筋肉がついて書道をするのにどうのこうのっていうのは、うん、あれは間違いだとか言ってましたね。ああやっぱり実際やってる方が言ってるから、うん、別にだからシルクのなんか服着る必要ないってことですね。まああの一応まあね、青山さんに期待することはこれぐらいかなと、まあ、せっかくネオリベから絶縁してるんだからあんまりよろしくないんじゃないかなと思って、ね、そうなんですよね、うん、せっかくねかあの公約が脱ネオリベ強化してるのにね、うん、はい、ということでどうぞ、ま、ね、はい、石川さんどうぞ、うん、じゃあ私まず石川1で、うん、はい、はい、今日の ネタこんな感じでネタを持ってきましたが、はい、一番左上の一番下ですね、参院選各党公約の生活保守化進むというところと、ちょっと先に宣伝をさせていただきますけれども、はい、今週の成果、世田谷区家庭的保育事業者による連携施設確保を緩和し区が斡旋へということで、これ6月15日の世田谷区議会本会議の一般質問に対する、中村子ども若者部長の答弁で、うん、言われていたんですけれども、世田谷区のですね、小規模保育家庭的保育事業者はですね、0歳から2歳の、保育もですね、3歳以降の受け入れの連携施設を自分で探してこないとダメだということで、それがすごい参入障壁になっていたというのは、うん、この番組でも繰り返し、うん、お話をしていましてですね、具体的に、どこの、どういう条例を直せばいいのかということをですね、うん、提言を繰り返ししつこくしてまいりましてですね、うん、とある会合で区の職員の方とですね、保坂区長がいらっしゃっているところでもこれをやるべきだというお話をさせていただいたんですが、うん、なんと実現しましてですね、うん、区が連携候補を把握しマッチングを斡旋すると。で、開設当初は連携施設なしでも OK だというふうに変わっていくのだという答弁がなされました。おー、すごいですね。まあ、ですから、まあ、この、石川久美子提言通りですね、うん、世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例をこれを改正する方向に行くんだろうと。はい、おー、素晴らしい素晴らしい。はい、はい、今日のまさに国民の、ね、生活を保守する体制内改革を施行し、うん、できることからすぐ実行改善というです、ね、はい、生活保守的なです、ね、うん、ところまさに待機児童問題で、ね、うん、取り上げていただきまして本当に嬉しいなと思ってます、うん、で今日のニュース、今回のニュースは、はい、まあ、熊本の、豪雨に関しまして日本の河川堤防は集中豪雨に耐えられないという記事がありました。これはもうそうですね、それからあと奈良県立医科大で遺伝子組み換え大腸菌を違法廃棄して殺菌するに流しに3年間して続けていた。それはちょっとまずいですね、うん、あとは舛添前都知事 の辞職がありましたので、それとサンタマ問題ということで、はい、高速料金問題についてもですね後ほどお話をしたいなと思います、はい、でまず参院選の各党公約の生活保守化進むというところで、うん、まあ、生活保守でいけば、まあ、特に木の教育保育と区の暮らし衣食住と子の雇用に関するところを各党重点的に言っていますので、ちょっと比較をしてみていきたいなと思います、はい、で5枚目お願いします。なるほど、書き結構いいですね、これ分かりやすいね、なんか、はい、はい、まず与党、自民党、これは当然一億総活躍社会の実現と銘打ちましてですね、はい、同一労働同一賃金を推進する、長時間労働の是正、待機児童対策推進、軽減税率、まあ、これは当然入れてくるところですね、はい、そして国民の合意形成に努め憲法改正を目指すということで、まあ、ご利用しはしませんよということを言っているわけですね。なんか言い方が変わってきましたね、うん、で、もう片方の与党の公明党ですけど、うん、景気の力強さの実感を地方中小企業家計へということでですね、うん、なんか私が言ってるようなことが随分入っているというですね、はい、で特に非正規労働者の賃金を正社員の8割に引き上げるとか、まあ、当然軽減税率ですね、うん、と小規模保育等の拡大とか、うん、あと保育介護事業者の賃金引き上げなんていうことを言っています、うん、まあ、赤字にしたところが非常に生活保守っぽいところですね、うん、で、まあ、
まあ、与党的なですね立場の、政党といえばですね大阪維新の会、うん、なんか公約にまたあのまた懐かしい身を切る改革っていうのが出てきてますね。あ、なんかよく使ってます ね、 ね、身を切る改革による財源確保まあ身を切る改革、身のある改革とかね言ってましたね。そうそうそう、あの江田健二さんとかもね、うん、まああの与田義信さんも入ったことだし、はい、あとは教育の無償化、まあ、この番組でもあの取り上げてますが、うん、教育を無償化するのに憲法改正なんていう話も出てきてますね。あとはあの統治機構改革とか憲法裁判所設置を柱とする憲法改正、まあ、この憲法裁判所なんていうのもねあのこの番組で、うん、あの私がお話をしているところですね、うん、どうしたんでしょうかね。大阪維新結構注目してますねこの番組は、はい、そんな感じしますね。偶然の一致いや昔の維新から維新の時もこれ言ってたんです。あ、そうなんですか。憲法だから安倍首相の一応安保法案に反対とかっていう根拠として、うん、まああまり反対してないですけど、うんうん、だから時の内閣によって憲法解釈によって、うんうん、あの変わるのはよろしくないので、うん、あ、憲法裁判所ちゃんとあのドイツとかああいうところに、うん、そうですね、習ってってことですね、うん、なるほど、はい、そして、冒頭からあの暴走している日本の心を大切にするとあのぜひあのこの番組にもゲストでね来ていただけると楽しいですけど ね、うん、ね、なぜあんなテーマ曲ができたのかとかね、うん、はい、なんか消費税マイレージとか言い出しましたね。あら、マイレージあのしかもですね、払った分の消費税を貯めといて年金であの還付するとか言ってて、うん、どっかで聞いたことあるやつでしょう。あらららら、まあ、でもそもそも年金制度って言ったら現役世代が、うん、あのね、あの高齢者を支えるって話なんでね、ま、なんかそもそもの理解が苦手な某社がまたそうやってんちゃいますもん。なるほど、某社は右でも左でもどっちでもいいですね。そうそうそう、自分とかの機械買ってくれればいい。そのスパコン利権そのものでしょうね、うん、これでマイナンバーを活用した社会保障制度とかですね、育児休暇制度、これあれマイナンバー持ってこんかったマイレージたまってるでしょ、うん、あらららね、でもこれ石川さんね、うん、テロリストさんから見たらね、いや私がテロリストならもうやりますよ。前の軽減ポイントセンターの時は、うん、食品レジだけが止まるんだけど、うんうんうん、これやったら日本中の全部のレジが止まりますよ。あららここサイバー攻撃やられたら、そうそうそう、しかもね、マイナンバーで紐付けとかしちゃった日にあって感じですよね。もう全員もうダダ漏れですね、うんうん、そうですね、マイナンバーの一番危険じゃないですか、うんね、変えられないわけだし、うん、でなんかテロリストがもう世界中からなんかサイバーテロが今メインになってますからね。本当ですよね。日本の日心さんあれですかね、うん、その日本丸ごと某社からこう政治献金受けてるとか、それでこういうテロリストにさらされるということで丸ごと日本、ね、強い日本を作って日本を守るどころか日本を脆弱化するわけですよね。そうで丸ごと売り渡すと、ね、どっかのテロリストの国に、うん、もうこれもう本当にあれですね、セキュリティホールそのものですねこれね。いやだってこれでまたなんかねそのなんかマイレージセンターだかなんか知りませんけど、うん、民間委託してね、うん、P 社さんとかにね委託しちゃって、うん、ああそれ系の海外の方が入ってきちゃったら ね、 ねやり放題ですよね。それで謝罪で終わりと、うん、で次はあとね一人親世帯の支援策充実っていうことを言っていてですね、これあのゴリゴリの保守のところがですね、うん、一人親世帯っていうのを認めていって支援しようってね、これなかなか変わってきたなという感じですよね。というのも他党が言わないことを言おうとしててもう路線がずれちゃってるんじゃないですか。うん、日心さんが結局、はい、どうですか、日心さんすごいですね、うん、あとね新党改革さん、まあ、医療大麻の話とですね、うん、まあなんか脱原発はまあちょっと置いておくにしてもですね、うんうん、その他がなぜかすごく生活保守っぽいことを言ってまして、 あの家庭のミックス、うん、これ言ってますね、家庭のね可処分所得を減らすこれまさに生活保守ですね、うん、で最低賃金1000円に、はい、うん、あと面白いのがですね、内部留保の内部留保を格差対策に活用した企業にのみ法人税減税をしましょう、うんうん、面白い、うん、まあ、だから具体的には多分内部留保を切り崩して非正規、雇用者の、ね、給与に充てるとか、うん、そういうことをすると、はい、そういう企業は特別に法人税を減税してあげましょう、なるほどね、それで中間層にお金がちゃんと回って、うん、経済を良くしようという家庭のミックスですよね、うん、そうなんですよ。だからあのテレビで見てるとあの脱原発のことばっかりね、新井さんが言ってるように見えるけど、うん、そこよりこっちの方が大事ですね。そうなんですよね。だから家庭のミックス発想自体はその公明党のね、うん、あの経験の力強さの実感を家計へっていうところと一緒ですからね。同じですね、うん、見てますね、うん、なるほど、はい、新党改革は党としても、ま、医療大麻も言ってるんですか。
一応入ってたもん、いやそうなの、でもあんまり全面的には出しなくて、それだって山田太郎さんそうそう山田まあ高木さんポスターには書いてましたね、うん、高木さんとか高木さんメイン、うん、それメインで書いてありますけど、まあまあ、もうそれメインですさっき言って、トーンもやってるんですか、うん、トーンはちょっとトーンは多少トーンダウンしてる、うん、はい、そして民進党安保法制白紙化、うん、消費税引き上げ延期、うん、でまたなぜか出てきた身を切る改革の徹底、これあの枝さんあたりが騒いだんでしょうかね、あ多分そうです枝さんの好きな言葉ですね、でもこれ身を切る改革の徹底とか言っちゃった瞬間にロースが起こるんじゃないでしょうかね、ロースでも維新とまくっついたからまあまあしょうがない、民主党よりはそっち一生懸命ですから、うん、そう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 、はい、低減税率中止、給付付き税額控除、あら、まあ、保育園から幼稚園、保育園幼稚園から大学までの無償化、うんうん、でね、同一、あの自民党は同一労働同一賃金と言ってたんですが、うん、そうじゃなくて同一価値労働同一賃金法を作ると言ってましたね、同一価値労働ですね、はいはい、あとはまあ、職種仕事の内容が一緒だったらあの賃金同じにしましょうっていうことみたいですね、同一労働同一賃金だと、うん、非正規と非正規の差は当然っていう論理も出せる余地があるので、うん、そういうことですね、なるほど、うん、あとは残業規制って言ってましたね、うんうん、このあたりはまあ生活保障っぽいですが、うん、まあ、一番最初に出てくるのはその安保法制白紙化というところと、うん、まあ、与党との違いでいくと消費税に対するスタンスがかなり違うかなという感じですね、うんうん、共産党、うん、戦争法廃止、立憲主義回復、まあ、この辺はいかにもな感じですね、うんうん、これは C さん何度も繰り返してますね、はい、で消費税 10% 断念、うん、所得税住民税の最高税率を 65% に戻すと言っていましたね、うんうん、やっぱ富裕層が取るっていうのがやっぱ共産党らしいですね、そうですね、そうですね、うん、で社民党はこれもですね、はい、安倍政治の暴走を止めるが最初に出てきてますね、で憲法改正阻止、うんうん、で消費税税率引き上げ中止、うん、で生活の党、これはもう生活が第一の国づくりと、うん、なんかすごい生活保守なんですけどねあの生活保守路線でやってくれれば結構支持はね、あの拡大したような気がするんですが、うん、あの極左路線に走りつつあるという、いやそれがね、なんかね、うん、もう山本太郎さんと別れるみたいな、うん、あら、まあ、今回で、うん、どうせ山本さん言うとも5人にならへんからかもしれないけど、あれも数がね、三宅さん擁立ってのどこまで生活の話を、いやもう生活は関係なしですね、ないみたいですね、だから田中さんに行くか、はい、増山さんに行くかみたいですよ、うん、でね、家庭の可処分所得増というまさにこの番組で言っている話、うん、またこれもね、家庭のミックスとそのね、うん、あの景気の力強さ、家計っていう公明党のところと同じことになって言ってますね、あと子ども手当なんてことありますが、実は全政党が一致して出していた公約がありまして、はい、それはこの表から省いています、それは何かというと全政党が給付型奨学金創設の主張を言っていますね、まさにこの番組の効果なんでしょうかね、はい、まあ、生活保守化はこういうわけで非常に顕著でありまして、うん、まあ、公約を見ている限りはですね、結構各党生活保守的な、公約を入れてきていますが、まあ、実行力を見極めて投票先を決めましょうねというところでしょうかね、私から申し上げたいですね、ですね、はいまあ、こんな感じで参戦どうなっていくんでしょうかね、だから結局あの大きな争点がこう皆さん似たり寄ったりになってると見えなくなってますね、うん、そうですね、あの、うん、割とその憲法改正がね、うん、あの大きな争点かと思ったら、うん、みんなどうとも隠してるって言ったのかしら、っていう、まあ自公はあのそれを出したくないとあるんですけど、実際3分の2はなかなかならないっていうのもあって、うんうん、あそうですか、そう、ただ分かんないですよね、あの、うん、民進党がツイッターの広告で3分の2とかいうプロモツイートを探してましたけど、ね、うん、あ、ただポスターもね3分の2って書いてあって、それ普通のなんか有ね、あのライトな有権者、ソフトな有権者は3分の2って言われても何のこっちゃですからね、はい、うん、そうそう分かんないですね、うん、で安倍さんとしてももう憲法改正としては今ソフト路線で、あの民進党なんかも入れて変えていけるところを話し合いながら進めるって、えらいソフト路線変わって、うん、ただあの改正ありきでやっぱりあのどっか氷山の一角を崩していきたいっていう、そこが見え隠れしてる、だから96条改正なんていらんこと言うからおかしいな、ね、あれやるからは怪しまれちゃうんでね、だからね、石川説の25条から27条まで改正にしておけばこれ3本が得られると、書き加えていく、そうなんですよね、え、うん、そう余計なことやってイメージ悪くして自民党の改憲案が入れ玉に上がると、ね、うん、
あれだって直してないですからね、会見。今回の日心温度ってね、会見派にとってはマイナスかもしれないよ。いや会見派の人も日心はもう壊滅でしょ。いや、これで中山京子さんが本気で踊ったりしたらね、あ、まるで、あの、おしゃれないけどマツケンサンバぐらいのショックになりますね。いや、最終日踊るかもしれないですよ。うーん、7月9日ですか、最終日。だってあれ、マツケンサンバ並みでしょ。いや、破壊力ありますね。ねえ、あ、子供が真似しそうですね。むしろ、本当に伝統の日本とかですね、右翼色をなくしたいっていう思いがあったんじゃないですか。だからね、あの、そうそうそう、右翼と見られたくない、ね、うん、右翼とか、あの、曲、歌とかね。うん、あのみかんみたいなのは何なのかがよくわからない。あれは聞いてみるしかないですね。これこのマーク何なんですかって。愛媛出身じゃないよねってちょっと考え込んで、ね、あの、いないですね。いないですよね。いないです。ちょっと知りたいですね、それは。まあ日心さん、ただ日心さんが比例で、あの、要は何人受かるかっていうのを一議席取れるかどうかってことです。いや、一議席取れるかどうかで、だから。うん、あの鈴木真理子さんっていう、はい、あの、うん、東京選挙区の選挙立候補者なんですけど、うん、その人のポスターは中山さんと2年、はい、半分半分ぐらいなんで、そうそうです、もうだから中山さんを受からせるためで、うん、だから鈴木真理子さん自身はもうもちろん当選なんか考えてないで、ね、そう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 、なるほど、比例のあの積み増しの票ですからね、まあだからそこをね、青山さんがどんだけ食っちゃうかみたいなね、そうそう、なるほどね、青山さん食っちゃいますね、うん、まあ、西高校もそうだし、あと日本改革 の、まあ、青木あの荒木さんのところ、荒木さんのところもね、今のところはまだ政党要求満たしてますけども、うん、まあ、今回でぶっ飛んじゃう可能性がないんで、うん、今度ね、誰も当選しなかったら、うん、だからあの2年前に玉上票だった票がもう行き場所が今なくなっちゃってる、ね、あのやっぱああいう金銭問題をって、皆さん寄付すごい集めたんですよ、あの時は、うんうんうん、その金あてみんなで飲み食いしてたのってがっかりでしょ。そういや、あの尖閣 の寄付とかどうなったんですかね。尖閣の寄付はまだあのチューブラリンです、あれ目的がはっきりしてたから、次の取ってじゃあその辺もね、どうするのあの、ね、まあ石原慎太郎さんについては新銀行東京都寄付やってほしいんですけどね。いやいや、ちょっと今度の都知事さんはね、うん、もうきっぱりあのなんとか学校はやめますと、うん、保育園にしますと言わなきゃダメですよね。それは大事な、まず最低限はね、うん、やっぱあれが本当に舛添さん止まらなくなったところですよね、うん、ただちょっとまた、はいはい、あ、また出ちゃった、あ、また出ちゃった、あ、またまたなるほど、まずい応援なんだと思われちゃいますよ。次はじゃあ、はい、これお題にするたびに流れるんでしょ。じゃあ東急の事故多発、じゃあ東急の事故多発、これは、これは東急の事故だ、はい、これはあのスライドありますね。はい、どうぞ、はい、止まりました。東急電鉄で、まあ、20日21日と事故が続発しました。あらら、で20日は元住吉市で人身事故が発生した、これかなり多くの人に影響を与えたので、はい、まあ、大学に遅れたとかいろんな声があったんですけど、この事故の特殊なところは、はい、ホームドアを乗り越えて、あら、飛び越えて飛び込んじゃった。それはもうしょうがないですね、乗り越えれるの、越え、ホームドア越えようとも、意図的に越えようとも越えれる、うん、そうですね、1メートル、あ、そうか、1メートルぐらいですもんね、あの昔の南北線みたいにこんな高くないから、そうそう、完全にあの扉でシャットアウトするような、うん、作りじゃないと無理ですね、はい、まあだからそのホームドアっていらないんじゃないかみたいな声もあるんですけど、ただそれは間違っていて、過去に東急では玉川駅で車椅子の女性が転落した事件が起きて、はいはい、あれホームがね傾いて、傾斜がね、そうそうそう、まあ、それでもう駅長も書類送検されたと、はい、で大急ぎで作りましたからね、なんでホームドア自身はまあ必要だと、はい、であと 次の日21日には今度は東急東横、同じ東急東横線で、菊名駅から綱島駅に走行中に、先頭から2番目の窓ガラスの1枚が粉々に割れたと、でこれも、まあ、外から石を投げたんじゃないかと言われてるんですけど、石は見つかってない、だから割れ方はあくまであの内側に対して破片が飛び散ってるので、まあ、外から衝撃なんだなというようになってるんですけど、まあ、原因は何だかわからない、そんなんで割れる窓も困りますね。そうだから、まあ、東急はもう完全になんか投石っていう感じで決めつけてるような感じで被害届を出すことを検討するとか言ってるけど、当然経年劣化とか、まあそういう欠陥的なものかもしれない、他の原因も考えられますね、はい、なかなか窓は割れるもんですからね、はい、でまあ、根本的には、まあ、砂利を運ぶ感覚で詰め込む東急電鉄そう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 そ
もともと人が住むような場所じゃないところに無理して開発してるのがニコタマですから。でこの東急電鉄の施策っていうのは、うん、これまあこのホームドアで象徴してるんですけど、かなり迷走しているというか行き当たりばったりで、もともと乗降時の混雑を解消するために、うん、解消というほどではないけど軽減するために、うん、6ドア車を導入していたんですね、はい、一部導入したと、うんまあ、言ってるんですけど、うんまあ、かなりどんどん導入していたと、はい、1編成に3両ぐらいつけるとか、うん、ホームドアやってそう位置が合わなくなって使えないんですね、はい、ホームドアが相互乗り入れはね、はいうん、そう困っちゃうで、まあ、だからホームドアはできないんだって話になっちゃって、うん、今度は逆に6ドア車をやめて4ドア車に戻しましょうという、うん迷走してます、ね、だから長期的展望がもともとないんですよ、はい、本当にあの場当たり対応で、うん、文句言われてでトラブルが起きたからその対処療法でやるというかこういうことになった、うん、皆様あの来週明日ですね、はあの、あのオンエアの、うん、あの山さんの選挙後の後半でちょっと、はい、そうあの神奈川県の方のためのね、うん、電源都市での混雑緩和策の案をちょっと出しておきましたので、うん、ぜひ皆さんご覧くださいあの非常に素晴らしい案を林田さんどうですか結構良かったですか、はい、まあまあ、東急を追い詰めるというか東急の食いぶちを奪うそうそうそうまあまあまあなんかそう東急に、うんまあ、追い詰めるというね東急さんと競合してる路線を少しこう強くするとか、はい、ちょっと東急のお尻に火をつけるそう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 東急の客を他の路線が奪っていけるように他を便利にしていくと、うん、それになんか林田さんこれは二子玉川の駅で大変なことがあったそうで、はい、あらライフルの弾が起こってた。あら、なんでそんなものが。まあ、なんでかっていうのは、まあ、続報が全然ないので、はい、あの双子玉川で もう何ヶ月か前にかね、女性の遺体が玉川の女性見つかったのがあるけど、それも続報がないんですよね。なんか、あれですか、いろんな都合で続報出てこないですかね。出てこない。いや、なんか気持ち悪いですね。まあ、双子玉川のライフルが見つかったのは、うん、まあ、可能性、まあ、いろいろ指摘されてネットの、うん、噂話デートだ と、うん、ちょっと松戸へ暗殺のためにいや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 あそこの駅ですよね松戸さんのお家はえ違う彼梅ヶ丘そうだから全然あのそこそこねえもしかしてリフォームで仮住まいが二子玉とかああなんであのいなかったんですね家にはそうリフォームで赤住住からちょっと去ってて、うん、だってあの松江さんに言わせると子供への殺人予告があったとかねなんか泣き言言ってましたけどねまあまああのあんだけ大騒ぎになったら右翼団体も東京都庁来てて大変だったらしいですからね、はいはい、えだってマックさんが舛添邸の前でそうそう、うん、まあおばあさんちょっといろいろやられてましたけどねそう気持ちはわかるが合法的にやってくださいって感じで私思うんですよ警備がもう引退したから楽なんでしょああ。マスゾエ邸の前の警備員がいなくなりますよ、うん、いよいよこれからが本番じゃないですか、うん、あ怖いですねあんだけのことやったらやっぱ日本にいられないですよ、うん、未だにやっぱり皆さんもう今年あんだけ騒いでやっぱ重大ニュース絶対入りますからね、うん、やっぱあの渓谷に移住とか、うん、いや向こうも受け入れ拒否でしょうね警告難民受け入れ拒否政治方面ダメいやでもやろうと貢献したことはあるのでそれは恩はいやあの東京都内でなんか警告人学校を作るとかっていう話もまだ立ち消えになる可能性もやめるみたいよ、うん、もうなんか見直しって全部始める、うんうん、いや結局都知事が変わると猪瀬さんの時もそうですけどあの、うん、例の都営地下鉄とメトロを一緒にする話も結局立ち消えになっちゃって、うん、都営猪瀬さんは別に一緒にするとは言ってないあそうなんですかだからバカの壁をなくしたっていうあのね都営地下鉄の中で、うん、その Wi-Fi じゃなくてあれが使えるね、はい、用意したあ、ね、あ一緒にするってことは一緒にするって言ったらむしろ維新とかそっちの方で猪瀬さんは逆にだから知事になっちゃったらやっぱ自分の支配下が欲しいので、うん、逆にその交通局を独自に改革、うん、自分が改革したいと、うん、だってあの九段下のバカの壁ってあれなくなってもあんまりメリットないんですけどいやあるそう階段登っていくのは同じでしょ東大線沿線だとあんまり関係ないかもしれないけど、うん、だって本当にホームで繋がってるので方向違うじゃないですかあれいやでもあの乗り換えの人にはいいわけです、うん、ほとんどあの乗り換え僕いないと思いますあそうかすごい少ないんですよなるほどあれだから新だからあのだってでも渋谷方面に電車と新宿方面の電車なんで、うん、あのだから新宿の方に半蔵門線で新宿の方に来たいとかって人とか半蔵門線で九段下来て新宿行く人はまずいないと思いますいないすごい少ないですだからそうしただけでしょメリットあるのは本当逆だったらいいんですよ僕らみたいに、うん、あの水江の方から要は元山から都営地下鉄、うん
豊新宿線で来て九段下で半蔵門線乗り換えるのがホームが反対側だったらすごい便利なんですけど、 あとは私は東西線なんですけど、東西線で新宿に行くので九段下乗り換えますと、はいはい、うん、で間違えて半蔵門線に乗っちゃう危険があったので、あ、であそこで乗り換え、でも意識せずにそんな人はまったり、いやいや、だから あのバカの壁って本当に意味がなかった、まあただでも意味がない店はバカの壁自身が意味がなかっただけなんで、そうそうそう、まあまあまあ、そうそうそう、はい、あれ自体がね、だって壁取り除けば実はつながってたっていうね、いやだから舛添批判者にも、うん、いろんな舛添批判者は当然それこそ共産党から右派までいるんですけど、猪瀬、はいはい、を懐かしむ立場からの舛添批判者っていうのもそこそこいます。なるほど、いや確かこう見てみたら猪瀬さんのがマシだったなと思ってそうそうそう、でもね、よくね、なんかネットであの、うん、猪瀬待望論みたいなの出てますけど、あの人公民権停止中ですから、はい、だから待望論出てるけど、できない、そう、あの政治資金規制法違反で、はい、あの50万円の略式起訴なんだけど公民権停止中ですから、ね、うん、で猪瀬さんはあのことがあったからマスコミで猪瀬さんを取り上げて彼をコメンテーターだとか、はい、ご意見前出すことは一切ないですから、うん、で彼は独自にあの、まあ、メルマガ出したりとかはうちに聞きますけども、はい、やっぱりね歯切れ悪くなってますよ、うん、ちょっとやっぱほとぼり冷めるのにやっぱまだ数年かかりますね、うん、なるほど、うん、で昨日は実はね、あの、まあ、これ切手収縮の間で話題になってるのが、はい、なんと舛添さんが切手に出てるんですよ。っていうのはあのなんか地方自治法60年って言って47都道府県の全部の切手が出てるんですけど、はい、それの最後が東京都だったんですけど、はい、東京マラソンが切手に描かれるんですけど、なんと非常にちっちゃく舛添さん映ってるんですよでこれ切手出るときからこれ舛添さん映るんじゃないかって切手収縮の間で話題になって、拡大したらどうもこの後ろ頭は陰っぷりがそうらしいという話 で昨日僕はそれを使ってあの記念のカバーを作ってきたんです。なるほど、あの東京都庁に、ね、昨日は郵便局にあの舛添さんが辞める日付が21日だったんで、あの記念応援に来てた収集の時に、なるほどなるほど、そうなのね、おまんじゅうでなんか肖像権でお金払いとか言ってたらしいんで、切手もね、あ、切手もですね、ね、言いかねないですね、あれ多分舛添さん知らないうちに切手になってた感じでまあまあこのタイミングで出た切手ですからね、うん、もうあの通称舛添切手であの我々は通ってますねすごいですね、舛添税率とかね、そう、舛添税率、舛添税、舛添切手、そうそうそう、うん、後頭部で分かる舛添さん、なるほど、でも今その参議院選がね、まあ選挙活動始まったばっかりですけども、はい、とはいえ終わったらすぐまた今度都知事のね、そうです、4日後ですから、だから10日に投開票で、うん、14日にまた次の都知事選挙告示なんですよ、うん、それで31日、うん、だからもう7月中はもう本当に選挙選挙ですよ、そうですよね、うん、で今のところは東国分さんはがあの、うん、まあ、前向きに出ようとしてるらしいんです。でも舞台とかそういう話、うんうん、出るのであれば、ただあの彼は舞台が入っているからどうかっていう、うん、まだ濁してますね、うん、あの東国分さんは非常に慎重な方で、うん、完全にあの応援体制ができるとこまで話が煮詰まらないと絶対出ません、うん、そうですか、はい、この前は全然会は出たじゃないですか、前々回出たけど、もうやっぱりああいうことがあったんで、うん、あの反省したと、そういうことです、やっぱり無駄な動きはしたくないと、うん、そう、あの離婚離婚なんです、うん、だから発言なんかも最近はね、あの非常に気をつけてますしね、うんうん、しくじり先生なんかはもう出る気満々みたいな感じだったえ、まあ、出る気、しくじり先生、うん、まあまあ、まだ舛添さんが、うん、あの、うん、辞める前だったんで、うん、そう、参院選かもしれなかったですけど、うん、しくじり先生に東国分が出てきて、うん、まあ、しくじり、しくじり先生自身がしくじった人の話じゃなくて、うん、俺はこんなに頑張ってるんだっていう、うん、やっぱ結局美談的にそうそう、ね、アピールの話だ、そこは学んで、まあ、かなり宮崎県知事としてやったんだ的なアピールで番組終わったんで、だから参院選でも出るんじゃないか、だから出るため の, あの、まあ、あの布石じゃないですけど、うん、どっかから声かかっても俺はいけるぜって感じ、うん、でもこれあれです、選挙戦中蓮舫はね、舛添、うん、批判をしまくるわけですよね、もちろんもちろん、そう、これね、でもね、どうなんかな、舛添さんの話出るたびにね、うん、安倍さんと山口さんと3人で映ってる動画が出るわけですよね、あれはテレ朝なんかよく流しますね、うん、あれかなりのダメージだって自民関係者に言ってますね、いや、あれはだってやっぱり映像で舛添さんを挟んで山口代表と安倍さんが一緒に喋ってるわけですからね、じゃあ誰が舛添知事を作ったのかってもう分かるわけじゃないですか、うん、でしょ、いやだからね、小川さんが昨日あの祖師ヶ谷大蔵で、うん、あの演説をしてて、ずっとなんか舛添さんがって話をしてたらしいですね、うん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 、それで都議会もあんだけ舛添批判をしてたのに、今度はあのリオへの視察1億円の件で、うん、自民党がなんかすごいやり玉に上がりつつあります、人数減らすって発表しましたっけ、うん、でも減らしてもやっぱりあの豪華旅行には違いないから、うん、だからそれはやっぱり人数減らしたところでやっぱりダメだと思いますね、うんうん、
他の協賛であるとかネット、うん、あとおときたしゅんさんとか、うん、あの辺のところ もう一応全部返上しましたからね、うん、だってね、なんで28人に行かなあかんのかです。そう、全く議員が行く意味はないと思いますね、うんうん、今回オリンピックの会場にもなる千葉のあたりは事務方に行ってもらうっていうのは森田健作知事は言ってましたけど、事務方は確かにね行く価値はあると思いますよ、うんうんうん、ただ議員が行く価値はもう僕絶対ないと思います、ね、議場でパブリックビューイングしときゃいいんじゃないですか。あ、そう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 、そう、ね、今何見てますよって、ね、そうそうそう、だって結局地球の裏側で何してるとか分かんないんですよ、うん、僕は川崎で市議会議員やった時に海外視察の時にやっぱ帰ってレポート細かく出しましたけど、でもびっくりだったのがほとんどの視察でなんかレポート出さないんですよ。え、川崎市ってさ、うん、海外視察あるの？あったんです。あ、一応ね、昔はなんかそのご褒美的なもんで3期以上のベテラン議員だったんですけど、僕の時は1期生が初めて、山内さんラッキーだね、手を当選して翌年でなんていうことは言われましたけど、それまた詳細なレポート出すと出してないやつに怒られるんじゃないですか。いや、だからみんなが詳細のレポート出すんですよ。それでそれも普通で、ひどいのはなんか要するにレポート出してとか役人に書かせるんですけど、僕らはやっぱりね自分らで書きましたね。世田谷なんかほとんど国内やけど、あ、でもね、一時期海外行ってました、カナダとかで批判されて辞めたって、そういうのもあるよ、各海外一人の大会がだけの ね、うんうん、ね、地方議会でやっぱり海外視察はやっぱ批判の対象になるんで、あれやんか、船橋なんかいうお金いっぱいあるやんか船橋ね、船橋すごいですよ、立花さん言ってましたよ、全部グランクラス、うん、ああ、もう出張視察で飛行機ファーストクラスだったよ。そう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 、もう全部税金かけましょう、それは、うん、ほんまに全部ね、マス税税、マス税税かけないからね。都知事選の話ですけどね、はい、あと、あとマックさん、マックさんは都知事選もあったんですか。マックさんは都知事選しか彼は、演説したいんです、テレビで政見放送したいんですよ、うん、彼は、うん、彼はもうそれだけがそれのために彼はお金払ってるっていうようなことを、そうそうそう、まあ、だから今回スーパーマンになるのか、なんか何になるのか分かんないですけど、あ、じゃあほら、参議院選の方のその NHK でその演説ありますよね、はい、立候補の演説ね、はい、あれってやっぱりかぶっちゃうんですね、今度ね、でマックさんはだあそこでしょ、うん、まず参議院マックさんは新党改革の選挙会に乗ってる、うん、そうそう、で実はそのマックさん小さな定政党にいろいろ声かけて、うん、自分の都知事選挙の時に応援してもらうために俺が今回応援するっていうのをバーターをあちこちこちかけて、それから新党改革とか、あと社民党のなんか話があったっていう、まあ、それは蹴られましたけどね、もちろん増山玲奈を応援するから今度俺を応援しろとかなんか言ったかどうか、これは風の便りに僕聞きましたけ、ね、ど、そう、なんか何でもありだなっていう、いやでも今回は戦略出てますね。いやそれ戦略かどうかわからないですよ。パフォーマンスだけだったけど、いやいや、パフォーマンスだけだったけど、血がついたんですかね、ちょっとようわからないですけど、まあ、日心さんに対抗しないといけないですからね、日心さんに対、いや、やっぱりあの日心さん今負けてますよ、マックさん、うん、いや、マスの批判が俺が出発点だと思ってんから、うん、それ自負ありますよ、だってお家の前で演説しましたからね、うん、お前さん、うん、一番最初に声を上げたみたいなところもある、そうそう、まず都庁に行ってなんか人を止められて、うん、であとほら宇都宮健二さんもね、はい、名古屋と一応出る複数の市民大会からね、推薦受けてるし、うん、出ていいと、だから出ていいけども、うん、もっといい人がいいんだったら、うん、応援の方にもらったり、うんうん、やっぱ前回のことがあるんで、ちょっと慎重な、まあ、一応、うん、要請があれば出ますよっていうのは一応目はしてますからね、だからもし自公で誰か出して野党共闘で統一候補になるんだったらまたこれは話が変わってくると思いますので、うん、まだ参議院選挙の途中でそういう話がどんどん出てくると思います、うん、そうですよね、でなんかその宇都宮さんっていうとなんか一般の人のイメージはなんか宇都宮さんイコール共産党みたいなっていうふうにもうやられちゃってますけど、うん、そんなことはないんですけど、そういったイメージなんですけども、うん、そうなるとなかなか野党でね、うん、一緒になってその応援しとった時にですね、うん、生活の党だとか、うん、民進党あたりが宇都宮さんと反対するんですよ、押すということでちょっと難しいかもしれない、いやもう片山さんの名前出てますからね、うん、だから片山さんは本人が嫌だった、いやでもあそうですか、うん、ただ分かんないですね、今の時点では、うん、実際知事経験して実務的だっていう、でもなんか片山さんあれなんでしょう、なんかヒュンダイの自動車が大好きな中華で、まあちょっと鳥取県自身が韓国との非常に友好的な動き、お隣の島根県がやっぱり竹島のことあったんで、韓国の交流が途絶えてるんで代わりに鳥取県結構頑張ってたんですよ、だから片山知事も割と韓国には
まあ、要は新官的な、うん、あの官僚部分もありましたし、うん、で鳥取の方って割とあの韓国旅行されたりとか近いんですよ、うんうん、で定型直行便かな、ね、そうですそうです、それはあの片山さんの時に始め、うん、あのやり始めようとしたのが今あの実ってる感じなんで、でも今度合区ですよ、そう合区は大変ですよ、あの、うん、候補者があの自民党は山梨の、うん、あの島根の候補者が鳥取今回ってて、うん、島根の有権者にあの総スカンかかってるということで、うん、ああやっぱり、うん、あの5億はまああの高知徳島も困ってますけどね、そうですね、そうそうそう、そうですね、うん、結局5億になるとあの自民党の候補者は非常に困るんで、うん、両方に顔が利く候補者まずいないですからね、大体、うんうん、だって国にしても何にしても隣同士って仲悪いですよ、仲悪いですよ、うん、そう仲悪い、まあ島根鳥取はまああのね参院合同テレビやったりとかして、ね、あの参院で一つになってますけど、とあの徳島高知は関係ないですよ、文化圏違いますからね、だから隣だからくっつけるって、うん、高知はもう独立国なんですよ、独立国、そう、やっぱりそうですか、そうあの高知は独立で愛媛香川徳島がでもあのその3県 もうバラバラですからね、え、いややっぱあれでしょ、同じテレビの電波の流れてるところが近いから、うん、そうそう、広島と愛媛とか、そう、ね、広島と愛媛も関係ない、愛媛も割と独立系ですね、で岡山と香川は、まあ、あの同じ瀬戸内部地方放送で、うん、徳島は大阪向いてますからね、あ、あれでも愛媛って広島ホームテレビ入らへん、あの入るんですけど、入るのは松山のあたりだけなんで、あ、なるほど、そう、今治とかあと宇和島は当然入りませんので、うん、そうそう、もう場所によりけなんで、なぜ四国はもうバラバラなんで、うん、だから合区をやるといって隣の県をくっつけるってあれはもう本当無理があるん で、うん、で自民党はとにかく選挙区が区割りが変わるのはすごい嫌がるんで、うん、まあ、今回ねあのどっちの合区もあの自民党にとってはまあ勝てる選挙区だからいいんですけれども、うん、なるほど、ね、まあ、そんな感じですね、それは参議院、うん、まあまあ、どうしても参院選とね、都知事選とね、いろいろ絡んでくるという感じになっちゃいますけどね、うん、はい、ただやっぱりその中でもう参院選はもう、公示が来てスタートしてる、うん、はい、でその中で、まだ都知事選の方は候補者選びというところでね、うん、これからどうなってくるのかという感じですよね、うんうん、なるほど、だからこれが、まあ、佐藤さんがまた出てるとか、うん、いうことはないですか、いや聞かないです、ね、それはあの話にも出てないですよね、うん、だからもう自公の候補者、それからあの野党統一候補という対決なのか、それとももう自公民相乗りの候補になるのかっていう、でも それはやらないって一応確認は取ってみんな、いや相乗りしたら岡田さん終わっちゃうわ、もう終わりですね、それは、うん、だからそれで長島さんがあったりもありましたけど、岡田さんとしてはね、うん、今回その与党で61取られちゃったんですよ、うん、すぐクビにならんために東京都知事選で勝てなきゃ、そう、うん、勝ってクビの皮一枚で触るってことですね、だったら蓮舫出したらよかった、うん、そうそう、まあそれはね蓮舫さん、でも蓮舫はデルデル詐欺で、そうそう、デルデル詐欺だったんですねあの出るかもしれないで、あの露出が増えて選挙に非常にプラスでしたね、蓮舫さん、そうですね、そう、蓮舫さん作戦が一番損したのは小川さんでしょうかね、小川さん迎え喜びだったわけですね、うん、蓮舫さん出ればもう小川さんポコポン出たのでここでまたあの黒三角に変わるんですか、白三角、なるほど、ちょっと厳しいですね、また壮大、はい、今度続きましょう、はい、ですね、あ、しまった、あまり私が、はい、また気をつけないとまた西心の、あのあれが出ちゃう、またこれ出ちゃいますよ、いやもう出ます、はい、しましょう、しょうがない、しょうがない、いや、イエス、もう、はい、今日はもう出ます、放送事故、はい、で今度はじゃあ熊本の雨被害でも行きましょう、はい、行きますか、はい、じゃあこれもなんかスライドありましたっけ、ありますよね、何番、石川2かな、先ほどなんかもう放送事故はい、あの本当にね、あの大雨被害に遭われた方にお悔やみ申し上げます、お見舞い申し上げますが、はい、面白い記事がありましてですね、はい、日本の河川堤防は集中豪雨に耐えられないというですね、あらら、元国土交通省河川局長の竹村さん、まあ、現在 あの日本水フォーラム代表理事をされている方 の、うんうん、あのインタビュー記事が載ってて、これちょっと非常に面白かったんですね、現場の声としてですね、はいはい、まあ50年に一度なんていう雨量のものがですね、うん、あの最近頻発をしておりますけれども、これ明らかに雨量が増えてるんですよね、はいはい、しかし現在のダムや洪水に関する
各省の計画っていうのが、うん、これ昭和40年代から50年代に決まって以降変更されてないんですよ。でその時 の、 あの計画っていうのは遡ったデータに基づいているので、大正期から昭和30年代までの統計に基づいた計画なんですよね。じゃあそれを上回ることが今後起きたもう明らかに上回ってるわけですから、そうですね、ここまさに失敗したわけではないが適切ではないというふうにおっしゃっていますね。なんかそのフレーズ、どっかで聞いたことある国が好きだ、まあ、しかしじゃあね、うん、データ現在のデータに基づいて計画変更するかっていうと、うん、これ再整備をすると、まあ、財政的にも不可能だと。いや明らかにね、河川がいっぱいありますからね、整備すべきということになるので、結局できることとしては情報伝達による注意喚起を進めるとかのソフト面中心 の、 た、うん、あの対処しかできないんだと。だから人的被害をなくすことにとどめると。まあそうなんですよね。あの上総市であの昨年起きたああいうことはもう今後あちこちで起きうるけれども、うん、それで人的被害がないようにしていくしかないんですね、うんうんうん、はい。そしてですね、はい、恐ろしいことに現在ある堤防の 99.9% は、北海道を除くとですね、うん、江戸時代に作られたものであると。ええ、そうなんですか。あらら、もうそうですか、はい、ほとんどそうなんですか。まあ北海道はね、江戸時代ないの で、 あそうです、ね、明治以降しかないのでなんですけれども、ということなんですね。でということはですよ、まさにすでに作ったものを何とか整備して持っていくしかない、とメンテナンスするしかないという状況になっているわけなんですね。じゃあ江戸幕府の時よく頑張りましたね。そうなんです。そうですね、うん、だから堤防自体を、うん、新規に作るっていうのができないんで、一生懸命補強したり、うん、水位を下げるためにダムとか貯水池を作って、まあ、ごまかしているという状況になるわけですよね。で結局江戸時代に耕地面積、稲作の耕地面積を広げるために堤防をたくさん作ってきたわけなんですけれども、実は日本人の大半はもともと湿地だったところに大都市を作って住むようになっているわけでして、まあ、こんな先進国は例がないということなんですね。で現状ではなんと人口の半分と資産の 75% が国土の 10% しかない洪水氾濫区域というですね、洪水時の河川水位より地盤が低いという区域に集中していると。もう江戸川区なんかまさにどっぷり使うことですからね。だから本当に危ないところには住まないようにする必要があるということをですね、竹村さんおっしゃっているわけなんですよね、はい。まあ、ですからせめて本当に危ないところには住まないようにしようというだけなんですけれども、まあ結局はやっぱりこの安全のためにはですね、本当にこの記事でも300年ぐらいのオーダーでと言われてますけれども、長期的展望でのまあコンパクトシティ化の推進ということが必要になってくるのかなと。でコンパクトシティ化しつつ、こう本当に低い土地には住まないようになんとかしていかないとまずいなと。あるいは広島で起きたみたいに宅地開発で無理して山の斜面切り開いちゃうと、ああいうことが起きちゃう。そうなんですよね。例えば津波もね、そうですね、あれば高台移転、高台の移転するとかね、そういった形にしないと、ね、もういくらでも巨大堤防を作ってればいいっていうことじゃないですね。だから結局やっぱり中上が起きた時には情報を出して、もう まずい時には早く逃げてもらうっていう、そこをまずやんなきゃいけない。そうなんですよね。津波も南海トラフの件では、高知県ではもうやっぱり高台って無理なところいっぱいあるんで、もう避難を徹底させるしかないってことで、来た時にはもう家が水浸しになるのは仕方ないっていう、そういう考え方なんで、そうなんですよね、はい、分かりました。はい、じゃあ熊本の話、河川堤防の話ですか。はい、で他に何かあります？これでよろしいですか？そのゼロさんは、お題感が遺伝子組み換えの話。ああ、遺伝子組み換え。はい。お題に戻らずに、戻らずに行きましょうか。じゃあ、いや今の2の下ですね。はい、そっち行きましょう。はい、はい、奈良県立医科大で遺伝子組み換え大腸菌を違法投棄した、違法廃棄した、殺菌しないで流しに3年間流し続けた。
これはひどいな。これ自然界に広がってたらなんか問題ですよね、うん、でもね、うん、奈良県立医大の公式見解としては、うん、遺伝子組み換え大腸菌は自然界では生きられない、下水処理場の塩素処理でも死滅するのを確認したと言ってるんですが、見たんかという話で、まあ非常に認識が甘い、うん、遺伝子組み換えの処理をしてるんで、これあの勝手にね、あの、うん、予想外の方向で、うん、もうさらに遺伝子が組み替わって生き延びちゃう可能性で出てくる。これ、ね、それより大事なの、うん、この遺伝子組み換え細菌さ、うん、生殖機能を殺してないでしょ最近だ、うん、それが大問題。いやだからそこからまた突然変異ですごいのが生まれた時に、うん、もうスーパー大腸菌みたいなのが生まれた時にそれもうどうしようもなくなりますね、うん、そうでしょうね、うん、そうなんですよ。 それが絶対起きないっていうこと確証ないですからね、うん、で一応この遺伝子組み換えの生物に関しては通称カタルヘナ法という法律がありましてですね、うん、はい、正式名称遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律というものが、ありましてですね、日本の法律ですか、はい、そうですか、へこれなんかカタルヘナ議定書というですね、バイオセーフティーに関する議定書がありまして、うん、はい、それの国際合意に基づいて作った法律なんですね、うん、そうそう、でこの法律では、高圧滅菌装置等での処理を求めていまして、明らかにこの今回の件は違法行為なんですが、実はですね、報告義務は あったり措置命令が出せるということにはなってるんですけれども、うん、罰則規定がないんですよ。安倍さんこれはいけませんね。安倍さんこれはちょっと先進国として恥ずかしいですね、うん、そうなんですよ、これは普通の国じゃないですね、いけませんね。結局罰則のない規制というのは意味がないです、ね、そうなんですよ。なんか何が起こったか報告しなきゃいけませんよっていうのと、うんうん、実際にきちんと処理してないものを持っていたらちゃんと処理してねっていう措置命令だけなのでこれ奈良県選出の国会議員騒がなきゃダメですね、なのでね、石川久美子提言としてこのカタルヘナ法に罰則規定を設けなくてはいけないと思うわけですよ。だってこれ、ね、故意にやっても知りませんでしたって言って、うん、でこういう結果でうっかり忘れてましたっていう報告をして、うん、処理しなさいねって言われて、はいしますって言えば終わりっていうことだと、これ、うん、だ悪意がある人がね、いやそうです、性善説だと結局こんなことは意味がないことなんで、うん、やっぱりヨーロッパなんかもそうですけど、やっぱ小悪説だって罰則をしっかり設けて、まあ、いけませんね、これは。ひとたび何かあった時の、被害が甚大ですし、うん、その今は問題ないとか、死滅するはずだとか自然界では生きられないはずだっていうこのなんか妙に甘い、未来予測は必ず裏切られますからね。それこそね、本当にね、直ちに健康に影響ないとか直ちに環境に影響ないとかそういう話になりますからね、これはもう厳罰にしなきゃダメですね。そうなんですよ、これはちょっと声を大にして申し上げたいと思いますので、ぜひ参院選終わりましたら取り組んでいただきたい。これはもうすぐ罰則をつけると、はいはいはい、次は次3じゃないの、はい、次のお題は松添さんのネタに、ね、じゃあ高速料金とかも、ちょっと待って、じゃあごめんなさい、そしたら、はい、私の02の方へ、02の方、はい、遺伝子組み換えの話、うん、下の方なんですけど、うん、実はアメリカのバーモント州というです、ね、人口60万人ぐらいのですね、ちっちゃい州なんですね、うん、本当カナダの国境に近いところなんですけど、はいはい、あそこが本当にもう素晴らしいことで、バーモントカレーのバーモントって関係あるんですか。あ、なさそうです、うん、なんかカレー食べたくなっちゃったな。バーモントで V でございます、バーモントです、なるほど。ここでいよいよ来週っていうか7月1日からGMO の表示の義務化が始まります。素晴らしいね、アメリカで。しかもね 0.9% 以上ですからね、EU とかロシアと一緒なんですね。うん、まあ、日本もやっぱ 0.9% にするべきですね、これね。そうなんですよね、全然先進国のみっていうことにね、うん、いかないと恥ずかしいね、やっぱ恥ずかしいですね、うん、やっぱり調べてみるとね、うん、カトリック 30%、 なるほど、イギリス国教が 4% でした。あ、やっぱりそういうことですね、うん、やっぱりそういうカトリックのやっぱり強いところが、やっぱりそういうことですね、ああいうやっぱ自然界ないものに対しては厳しいっていう、うん、それからちなみに矢印のところですね、うん、なんとか半島の大西洋岸とこれがですね、はい、問題のデラウェア州です。ああ実は
アメリカの最初の13州に一番最初に加盟したのがデラウェア州なんですが、うん、すごいですね、ここ所得税 2.2% から 5.9% すごい。法人税は 0.096% から 1.29%、うん、これは何とかしないかんって話があるようですね、うん、あでしかもデラウェア州のもう一つのルールで、うん、自分どこの州で事業してなかったら無税っていうのがあるんですね。これがアメリカ国内のタックスヘイブンって言われてる。国内のタックスヘイブン、うんはい、これも今いろんな問題になっていて、当然日本でこのデラウェア州に、はい、その投資してやれば例のルールがかかることになるんですけどね、うん、やっぱりちょっとここも問題ですね。ですねなんかインターネットを見るとね、うん、デラウェア州とかあとネバダ州ですか、うん、ああいうところに、うん、あ法人を作りましょうという、うん、なんかそういった制度いっぱいあります。そう、結局産業がないところでそういう、うん、まあ、産業誘致するタックス成分的な動きがやっぱりできちゃうんですね、うんうんうん、はい。それから右側ですね、はい、これちょっと前回ちょっと画像で小さくに見えなかったので貼ってきました、うん、これどうですか、ニュージーランド最近こんなことやったんですか、うん、これ日本語でなんか、うん、そうです、日本輸入するときにニュージーランド産の牛肉ですね、うん、餌は全く非遺伝子組み換えって、うん、こういうようなオージービーフと同じですね。そうだね、こういうのをマークを作り出したの、うん、あんまりニュージーランドのビーフって見かけないけど、やっぱり多いんですか、酪農も盛んですから。やっぱりそんな量は多くないんですけど、うん、ニュージーランドのもう全く遺伝子組み換えがないところなので、うん、そうですね、うん、これは非常に良いことなんですね。ほうほうほう、うん、だって今後ね、まあ、ここも TPP 入ってるとこですからね、うん、輸出するときにはこういうのがいい売り文句になりますから、うんうんうん、そうですね、ぜひ日本もですね、うん、遺伝子組み換えは 0.9% 以上で表示ですね、はいはい、あと臭素酸カリウムの禁止というのも、ね、うん、あ臭素酸カリウム、いや本当になんか向こうの、食品関連の業者さんのサイトなんか見ると必ずね、うん、ノン GMO ってとかですね、うん、あとハサックとかね、あ、はいはい、表示入ってますからね。あれがやっぱ食の安全へ の, やっぱ消費者の関心の高さにこうしてるってことなんですね、うん、それから次回のですね、山梨県 の,、うん、私と石川さん の,、うん、いつも の, 山梨県の食品安全を考える会ですが、うん、8月の20日の予定でございます。ぜひよかった取材にも来てください。8月の20日でございます。で山梨ね、例えばなんかワインですか。そうなんですよ、これ山梨の、ね、中央ぶどう酒というですね、はい、甲府市、あ甲州市、甲州市だから、甲府よりちょっと西側ですかね、うんうん、スパークリングワインの、うん、グレイスエキストラブリュット2011というものですね、うんうん、世界最大のワインコンクールで、うん、アジア初のですね、うん、プラチナ賞を受賞した。すごいですね、これはもう大発表。やっぱりね、日本産 の,、ねね、このなんかウイスキーは前からね、ね、世界的なやつ、まあまあ、どちらかというと山梨は赤より白がまあ多いんですけど、うん、もう素晴らしいことでしてね、強い農業というんだったらこういうことをもっともっと表彰していかなきゃいかん、ね、いやそうですね、うん、スパークリングだとこれからね熱くなってくるからね、うん、飲みたくなりますよね。いや伸びるし、うん、そういう日本の山梨からっていうんでね、うん、素晴らしい、ね、やっぱり山梨県もこういうところがですね、うん、大いに、まあ、やっていけばいいだろうし、うん、まああとね、山梨選手の宮川紀子さんが頑張ったのもあって、うん、遺伝子組み換えではない餌の確保っていうのが、うん、一応農業対策に入ってますので、うんうん、これもまあ頑張った甲斐あったな、うん、餌の方も大事ですね。あれ確か石川さん前回のやつもビデオ上がってますけど ね,、そうですね、遺伝子組み換えじゃない餌使ってるところは、うん、表示したらいいですねって言ったら、うん、なんかしてます、うちやってますって言ったところありました、うん、3件、これやっぱりアピールし、やっぱりずっと3年ぐらい頑張ってたらこういう効果が出てくるわけで、うんうん、そうそう、やっぱりそれで食の安全になっていくから、うんうん、飼料も遺伝子組み換えじゃないと、うん、で来週あたりちょっと石川さんからですね、うん、できるかな、非遺伝子組み換え の,、うん、その牛肉豚肉とかのマークの提案があるみたいな、うん、そうですね、ちょっとせっついて、うん、それなんか広めて、うん、まあ、そうそう、ね、そういうですね、餌もノン GM というですね、うん、そういうマークをしていてですね、やっぱりね、生活保守にとってやっぱりね、食の安全大事ですよ、本当にね
だそういうふうに持っていくとですね、うん、やっぱり変わっていくだろうと、ね、食品安全なんかやっていくとあの医療費も削減できる。いや結局そういうことなんですよ、ね、なんか社会保障費、まあ、あだこだ言ってるんですけど、うん、やっぱり安全なもの食べてみんなで健康で長生きしましょう。でもこれアメリカは結局ね、うん、あの大手の食品流通メーカーも、うん、結局これでね、うん、もうあのもうバーモント州だけでなくても全米で表示するのが変わるんですね、うん、これ、うん、そうするとやっぱり最大手のウォルマートとかそういうことも購入になっていけば、もうそうじゃないものがどこかが表示しだしたら、うん、遺伝子組み換えですと遺伝子組み換えでありませんっていうのを表示していいでしょ、うん、そう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 、すると、ね、ないものは遺伝子組み換えですね、うん、疑いがあるとなるじゃないですか、なっちゃう、そう、うん、やっぱり消費者が選べるようになりますね。そうするとね、表示せざるを得ないし、うん、どこ行くか分かります？外国。外国どこですか？日本です。違います。あれどこですか？日本表示残るでしょ。あ、そうなんですか。あれ日本の近くに表示できるのが、あ、分かった分かった分かった、マスオさんの好きなところ、そうそう、マスオさんの大好きな国に押し付けることになります。それ米韓 FTA でということなんです、うん、ああ、それは表示できないですね。そうです。これが TPP と米韓 FTA の大きな違いです。あ、そうか、日本はじゃあダメなんですね。あの来ない、来ないってことですね。日本にはだからその遺伝子組み換えて表示してきたら食べへんっていう話になるんだけど、あ、そうそう、選べるけど向こうは分からないですね。だから韓国は、うん、だからそうすると遺伝子組み換えで作ってるメーカーでアメリカ国内で売れへんでしょ、はいはい、全部韓国に押し付ける、うん、かわいそう、うん、でももし野田政権が続いてたら日本もそうなる。あ、同じ米韓 FTA と同じであれば日本も遺伝子組み換えガーッと入ってきた、あの危険なものを無理して皆さんの口に入るようにさせてたと、うん、まあひどいことで、だけどこれこ怖いなと思うな、うん、ね、北朝鮮は逆に本当にこうね、あの糞を使ったね、うんうんうん、もう本当戦前のような農業をやって、そうそうそう、あのいやいやオーガニックなっていうかまあ超超いや化学肥料ないからしょうがないです、うん、超オーガニックな会社、うん、そう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 、これ本当にね、うん、この分断国家で100年ぐらいもしやってたら、うん、何が起こるんかってのはちょっと怖いなと思う、ね、人種が一緒ですからね、人体実験ですよね、うん、これ本当壮大なる、まあ、でも社会主義国って結構化学肥料とか、うん、なんかかなり科学的な農法をやって土地を荒らしちゃうって結構やってるんですけど、北朝鮮は今大丈夫なんですか？北朝鮮はね、あの化学肥料ないですよあのいや、もともと戦前の日本は、うん、北部を工業、南部を農業だったんで、結構その工業基盤はもともとはあったんですけど、うん、壊滅した、あの結局化学肥料って言ったら石油を使わなきゃいけないけど、石油がやっぱり輸入できないんで、うん、だからキューバも同じようなことで、アメリカから経済制裁を受けたことで農業はもう完全に都市農園とかね、都市農園、そうなんです、ハバナの近くにね畑がいっぱいあるんですよ、うん、そう、それでもねやっぱりあの肥料をミミズ使って土壌改良してるっていう、うん、すごいなそれ、でもね、それをね世田谷でもやりたいっていう市民グループの方がいらっしゃって、いろいろちょっとお話を伺ったりするんですけど、ミミズの品種改良とかで、うん、もう本当ねあれの努力はすごいですよ、超有機農業、超有機農業です、うん、だからね、本当に100年ぐらい取ってデータを取ったらね、うん、すごいこと分かると思う、まあ、北と南のその差がね、まあ、まあでも そろそろ北ももうギブアップじゃないかなと思うんですけどねということで、うん、バーモント州のこの動きの結果、うん、アメリカで遺伝子組み換え作物等々のベースのものは、うん、渓谷に、うん、この押し付けられるじゃあ我々最終処分場になってるんですか、じゃあこれはむごいねーと思って、うん、うっかり旅行して向こうは渓谷で食べるものは遺伝子組み換えのが組み込まれてると、うん、いやまあそうか分かりませんなんかあれらしいですよ、3倍ぐらいお金出したら遺伝子組み換えじゃないのが買えるそうです。うわそれは富裕層にしか無理ですね、うん、だから本当にあのお隣の国で貧困層の人ってはもう選択の余地がないですよ、ね、ないない、仕事も選択できない、食べるものも選べない、あと学食、あ学食にはもう、あもうどんどん回されちゃいますね、うん、いやそうでしょうね、魚メニューないですからね学食なんてね、安いから肉メニューしかないと、うわ魚だって水産業とか盛んなはずなんですけどね、全部肉食えと外国から、外国とかアメリカから来た、うん、魚は中国が取っちゃうと、そう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 、12回でスレスとかでやってくるからね、うんうん、はい、じゃあまた次行きましょう、はい、また音楽だね、はい、じゃあまた行きましょう、はい、はい、音楽、はい、はい、じゃあ舛添都知事かな、舛添知事、舛添さん12位ですね、じゃあ石川23かな、はい、3ですね、石川3ですね、はい、はい、はい、サンタマ問題、実はこれ辞任劇の引き金を引いたのもう一つの問題がこのサンタマ問題だったというあの指摘がありましてですね、ちょっと
とそれで拘束問題も考えてみたいなと思いまして、実は舛添さん公約に何を掲げていたかというと、三多摩地域の発展なくして東京の発展なしと、あら、そういうこと言ってたんですか、はい、やったんですか、で担当副知事を置きますって言ってたんですが結局置かなかった、ないですよね、はい、はい、そして、就任してすぐに2014年2月にですね、檜原村や奥多摩町などがですね、大雪の被害に遭いまして、まあ、住民が800人近く孤立をしてしまうという出来事があったんですが、はいはいはい、まあ、被害の視察にも行っていないと、その時は湯河原です、はいはい、そうなんですよ、でこの三多摩地域っていうのがもともと武蔵の国多摩郡であった位置でありまして、はいはいはい、まあ、1878年に、うん、明治時代にですね、うん、郡区制などができた時に東多摩、西多摩、南多摩、北多摩って分かれたんですけれども、うんうんうん、東多摩が現在の中野区杉並区のあたりなんですね、あ、で、西南北がですね、うん、三多摩と呼ばれるですね、地区になりまして、はい、これがですね、実はこの北多摩にですね世田谷区の一部が入ってるんですよ。ほう、で三多摩問題って実は世田谷区とも関連がある問題でして、旧金田村、旧千歳村なんかがですね、 あの辺はそうだったんですか、はい、多摩郡だ、北多摩郡、はい、そうなんですよ、ほう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 、でこの三多摩地域がですね、もともと23区との格差問題というのを非常に抱えていまして、うん、で舛添さんがですね三多摩問題の解決ということを公約に掲げたので非常に支持をしていたと、うん、それからまあ創価学会のですね、うん、会長などがこれからは三多摩の時代が来るとかいうのをかつておっしゃっていたので、うん、はい、まあね、私立もたくさんありますよね、うん、大学とかね、八王子とかね、で、なので、まあ支持をしていたんだけれども、うん、何がいけなかったか、湯河原に通っていることが、バレてしまいまして文春法によって、うん、その時に奥多摩より湯河原の方が早く都庁に戻れると発言してしまいました。それはちょっと三多摩の、そう、これあんだけ公約に掲げといてなんだよっていうことで非常に反発を受けまして、で最終的に辞任勧告をした公明党の都議の方も三多摩地区選出、違う杉並区、杉並区あの、まずは杉並区、杉並区はだから三多摩じゃないんだけど東多摩だったんですね、うん、なるほど、うんうんうん、で、奥多摩町長なんかはですね、うん、我が町には一度も来ず美術館に行くとは何事かと、いい美術館がなかったってことですね、富士美術館とかあるのに ね、 ね、うん、はい、で、の三多摩地区のですね、議会がですねいろんな意見書をガンガン出しまして、うん、それでそうなんだ、はい、小金井市議会は辞職を求める意見書、うん、調布市議会は辞職要求、はい、町田市議会は疑惑の徹底究明を求める決議、うんうん、これらほとんど確かね全会一致だったはずです。あ、そうです、全会一致ですね。八王子も、八王子も出してますよね。清瀬も、うん、うん、結構すごい。で、多摩地域選出都議の批判が相次ぐと、はいはいはい、それは期待したから応援したのに裏切られたという。そうです、ね、だって2年も何もなかったわけですそうなんですよ。せめて当選直後に何か着手すればよかったけど、うん、もう最初から金儲けのネタでしか考えてなかったってことですね。なんか結局ね、三多摩地区になんか多摩なんかなんだったかな、うん、アーティストなんちゃら村を作るとか、うん、一回なんか都議会で言ってたのちらっとテレビに見ましたが、うん、それも全然進展はせずに結局それをやるから会が買うよみたいな話になったんでしょうね、資料資料ですね。なるほどね。しかも偽物の会が、うん、ヤフオクで落とす。で結局ですね、三多摩問題って三多摩格差と言われていて、うん、23区と多摩地区、これ26市および3町1村ですけど、はい、との格差が非常に大きいということなんですね、はいはい、で三多摩地域というのはその地図見ていただくとお分かりのようにですね、うん、23区の約半分の人口なんですが、うん、面積が約2倍で、うん、まあ、山あり谷あり川ありですから非常にまあインフラ整備が遅れているということなんですね。で地形的な地理的な問題だけではなくって、うん、やっぱり財政的な厳しさというのが非常にありまして、23区は財政調整交付金制度がありますが、はい、市町村の場合は都の交付金をもらえるんですけれども、うん、まあ、その格差が結構大きいと、うん、例えば足立区と東久留米市を比較すると、人口比 4.43 倍、うん、
つまり同じ人口にならして考えると、うん、足立区の、調整金の方がですね、うん、東久留米市がもらっている交付金の 4.43 倍なんだと、多いんだと。そんだけ各あのお金がの差があればそれはインフラ整備はね遅れてくるよねっていう話ですね。もうちょっと多摩地区に回すべきですよね、うん、で三多摩地区だって都民税を払ってるわけですからね、はい、住民は。いやただそれは、うん、区っていうのは市町村でもあるわけなんで、うん、逆に自治権がその分侵害されてるっていう、うん、まあ23区、まあまあね、だから23区内の格差もあるんだけれど、うん、それを置いておくと23区と三多摩地区の格差がまたこれが非常に大きいと、うんうん。で財政力指数なんかで言えばですね、うん、2010年度の、ポイントですが23区平均 1.571 ポイント、多摩地区平均が 1.056 ポイント、うん、でやっぱり 1.5 倍ぐらいですよね、23区の方が。もう顕著ですね、でこっから出てくるのがインフラなあの遅れなんですが、うん、何年か前にですね問題になったのが、うん、公立学校のエアコン設置率です、ね、ああそうですね、23区はほぼ全校、はい、多摩地区、多摩地域約 20% しかエアコンがない。この差は大きいですね、うん、とか子どもの医療費無料化、23区は中学生以下なんですが、はい、多摩地域は各自治体任せで、うん、結構窓口で定額100円とか200円払うとかいうところもあったりとかですね。 あと不妊治療の助成金なんかも23区はあの全区がですね、うん、制度整備をしてるんですが、はい、多摩地域に関しては2つか3つの市ぐらいしかなかったはずですね。これね、でも Wi-Fi なんかどうなの？ Wi-Fi はどうですかね。でも Wi-Fi はね、世田谷区だけが遅れてる。ああ、そうなんです。それは特にね、体育館とかに全然やってないの、うん、よくね、世田谷区議会で問題になるんですけどね、うん、なかなかね、うん、そういうことで熱心な議員が少ないみたいで、うん、結局票にならないと思ったんでしょ、うん、Wi-Fi については。いやー、わかんないですけどね、うん、これでも今回の熊本の地震でもね、うん、あの Wi-Fi がかなりやっぱり武器になりましたね。そうそう、やっぱりネットがつながるってことで、やっぱりそれでこうね、あの避難所の情報とか、そう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 、あの食品の余ってる情報とかやっぱり分かりましたから、はいはい、で多摩地区はですね消防業務はこれ東京都へ委託料を払って依頼してるんですよ。ほう、同じ東京都なのに。あらららということで非常に不満が高まっておりましてですね、同じ都民税を支払っているの不公平だという批判が出てくるんですが、まあ、これは妥当な話でありまして、やっぱりこの格差解消っていうのがですね、地域間格差ということで、あまりね話題に上りませんけど、これをやってほしくて舛添さんを支持したというわけですから。なるほど、そうですね、それ全然2年間やらなかったって、ここでやっぱ不満が一気に。なるほどね、だから次の都知事はやっぱりこのサンタマ問題にもうちょっとコミットですね、していくことが必要なのかなと思います、うん、で次のスライドお願いします、うん、4ですね、はい、で高速料金問題なんですが、これも実はですね、サンタマ地域が非常にあの損をしていると怒っていましてですね、サンタマ格差の一つがですね、象徴的な問題なんですが、都心に行く場合に、中央高速道路と首都高速道路の料金を二重払いしなければいけないという問題があるんですよね。で、一律料金取ってから、これはあれか、例えば東京から乗って首都高を行って、高井戸のところから、だから八王子かその高井戸、八王子でもっぺん取られる。そう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 、だからあれはもうね、ほぼ倍になっちゃうわけでしょ、そうなんですよ。まあ、ですから中央高速料金と首都高の料金を徴収されると、うんうん、一応割引はあるんだよなんていうことを言ってますが、割引があってもあるにはあるということになりますし、それがこの4月からあの距離制になってきたので、やっぱりそれも不利になるという話ですね、うんうん、で実はこの高速道路なんですけど、原則としてですね、はい、東京都と隣県協会を基準として別料金を徴収するということになっていまして、東京都と隣県がのにまたがっている道路のうちですね、中央道のみが例外で、県境県境じゃないところで料金の区分が分かれちゃっている。あの高いのところですよね。そうなんです。あれはおかしいですよね、普通に考えたら、ただ首都高じゃないから中央高速は。そうなんです。しかしそれでなぜこの三多摩都民怒っているかというとですね、実は東京都が、首都高速道路公団に1822億円の出資をしていまして、でプラス2210億円の無利子貸し付けをしてるんですよ。あら、でこれの財源ってともそもそも三多摩都民の税金を含んでいるわけですから、お金払ってんのになんで二重取りされんのっていう怒りが出てくるんですよ。
だから料金の設定がやっぱりあそこで境目作ってることがおかしいですよね、うん、そうなんですよね、うん、だから八王子から先で道路公団としての料金取ればいいんで、うん、そうなんですね、八王子まではもう首都高の延長で、だって現に首都高はあの横浜までは首都高なわけじゃないですか、そうなんです、そうなんです、ああそうかそうか、そうなんです、埼玉だってあの新都心まで首都高ですからね、そうなんですよね、距離、距離別線になりましたから、うん、1200円上限で、そうなんです、うん、でそもそもなんでこんな問題が出てきたかというと、これ結構国会でも昭和30年代とかに問題になってまして、はい、あの首都高速道路公団法1959年にできた第1条がですね、うんうん、東京都の区の損する区域およびその周辺の地域っていう風に書いてあるので、うんうんうん、素直に読めばですね、その周辺の地域に入るはずじゃないかと、うん、思うわけです、はいはい、うん、そしてなおかつ、第30条で国土交通大臣、まあ、当時 あの条文でいくと建設大臣になりますけど、うん、建設大臣は、首都圏整備法第2条第2項に規定する整備計画に基づき政令で定めるところにより基本計画を定め、これを公団に指示するものとするとあるんですよ、うん、でこの首都圏整備法の第2条第2項っていうのを見ていくと、やっぱりこのなんか東京都の三多摩地区入りそうな気がするんですよね。で首都圏整備法の第2条、首都圏とは東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域であるとしているわけです、うん、でこれをどう解釈するか、現場の官僚はどう解釈していたかというと、1964年のですね、国会の答弁でですね、うん、鶴見建設省都市局長の答弁というのがありまして、うん、これはですね、規制市街地、首都圏整備法でいく規制市街地第2条3を指すんだと言ってるんですよ、うんうん、でじゃあこれあの施行令なんかを細かく見ていくと、政令っていうのにあたる何かと見ていきますと、うん、施行令第2条で特別区武蔵野市三鷹市横浜市川崎市川口市のうち別表以外ってなってまして、うん、でもそうするとですね、やっぱり三鷹市の一部とか武蔵野市の一部とか入ってくるんですね。武蔵野市と、ね、三鷹市ってね、うんうん、タクシーのね、うん、あれ東京23区扱いなんです、そう料金もね、うん、そうなんですよね。でなんで調布市とか、うん、狛江市が入らないんだって話。そうなんですよ、狛江は03なのね。いやだって狛江市と世田谷区の境目なんてめっちゃ分からんですよ。分かんないです、分かんない、あれは区別つける方が難しいよね、うん、難しいよね、うん、だって北見の駅がまたがってる。ああ、いやだから結局その北多摩の旧木ぬた村、千歳村、旧千歳村っていうのは、うん、結局今でいう北見とか宇奈根大倉日向、蒲田、岡本とかですね、千歳台、春日、北烏山、南烏山、九電、八幡山なんかで、やっぱり区議会で、あのこのうちの地区はインフラ整備が遅れてますって騒ぐ議員さんのいるところが、うん、旧三多摩地域、だからそのあれですね、烏山支所の管内と、うん、木下支所の管内であるけれども、うん、国分寺外線よりも西は、そうなんです。だから世田谷にとっても実はこの三多摩問題ってあの人事ではないそういうことなんですね。確かにそこを地盤とする区議会議員さんというのはちょっと他のところとは違う動きをする人もいる、うんうん、そうなんですね、うん、はい、で、この件に関してやっぱり三多摩地域を中心にですね、うん、各自治体の意見書とか超党派での要望がたくさん出ていまして、あの2000年代以降のものだけちょっとざっとあの持ってきましたけれど、やっぱりあの三多摩地域の市議会なんかがですね、うん、あのいろんな意見書を出していたりとか、あと面白いのがですね、2005年の、はい、中央高速の八王子高井戸間無料化を求める要望書、これなんと17万7千人分の署名が集まりまして、代表してですね、あの太田さんだったかな、当時、うん、国交大臣に提出したのが萩生田さんだったりするわけですね。それからですね、東京都議会自民党のですね、多摩地域における高速道路料金の、地域是正等に関する要望書、要望なんていうのが2013年に舛添さんに出されていますし、これさ、うん、今度の都知事選でさ、これやりますって言ったら、いやこれはすごい票入る。私私私私私やりたい。だから三多摩地区からの票はこれやっぱり、うん、でも舛添さんの裏切られてますからね、実際やんなかった。いやこれ公約したら強いね、うん、そうなんですよね。でね、あのやっぱり2014年にもですね、自民党参議院、これ 三多摩地区のですね、あの選出議員ですね、東京都への平成27年度予算要望にも盛り込まれてますし、うん、あとはなんかですね、みんなの党、都議会みんなの党もなくなっちゃいましたけど、
の、平成26年度東京都予算編成に関する要望でもこれ盛り込まれてるんですよ。塩村のとこ。そうなんですこれって今度のさ、うん、参議院選挙でもこれ、ね、やればいいんですよね。結構票入るかもしれませんね、うん、これ東京と選挙区の人は、うん、東京選出の人でね、そうそう、みんな東京23区しか見てないけど、やっぱり多摩地区をどう大事にするか、うん、そうなんですね。なるほど。で石川久美子提言ですけども、うんうん、まあ、料金所の廃止とかですね、当該区間、まあ、高井戸八王子間ですね、うん、の、を首都高速の管轄に移すなんていうことをね、うん、していくと、まあ、二重払いが解消できるわけですから、うん、あとあの八王子まで首都高ね。そうそうそう、うん、だって実際あの湾岸線とか横浜まで首都高ですからね。そうなんですよ、うん、それでやっぱり距離別で今やってますから、うん、だからやっぱり首都高の横羽線ができるっていうので1964年にちょっとこれおかしいんじゃないですかっていうことでですね、うん、国会でも委員会の中で問題になったわけなんですね。それで第三京浜だとか京葉道路を選ぶ割安な料金制定になってますからね、まあ、今ちょっと是正されましたけど、ということはもともと高速道路の公団が作ったやつの分を譲るのが嫌だと、うんうん、まあ、そういうことですね。結局そうなんですよね。いや、ドル箱なんです、うん、あそこは。そうそうそう。そうそう、え、そうなの？いや、だって、いや、中央高速 の、 あの八王子とあの三鷹の間は、あの高井戸の間は、やっぱりドル箱なんです。それだと境界線で基本料金取れるから、最高に、うん、そう、だから、で、あそこは一律でずっと500円取ってたんで。うん、うん、そうですね。そう、うん、惜しかったんですね、あそこは。いや、だからこれに関しては、もう超党派で要望だなんだって出てますから、うん、まあ都議会も一致して動けるはずなんですよね。まあ少なくともあれよね、うん、その東京都心から八王子まで行くときは、うん、そのなんていうの、その、うん、首都高の料金対決、そう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 、うん、だから、そうですね、あの逆も上限でもなんか900円ですかね、うん、そうそう、500円からスタートして、うん、確かにこれおかしいなと思いますね。どうでしょうか、これ公約化して。いいですね、はい、いいですね。これテレビ見てる人ね、ああ追加公約に入れたらいいかもしれませんね。これだってこれ多摩地区で演説するときにこれ効果的ですよね、うん、これ効果ありますね。都知事が決められるんですか。都知事だけだと無理だけど、あの参議院選挙、参議院選挙、いや、これだってこの番組公明党関係の方ご覧になっていたらね、国交大臣、ねえねえ、これちょっとこれしかし国の方からなんか首都圏の定義かなんか政令で変えたらしまいなんちゃうかって気してくるんだけど、これ首都圏整備法施行令でしょ、はい、これあれじゃないですか、閣議決定してしまいちゃうの。これそうだと思うんですね。じゃあ国会を通さなくてもできちゃうってことですね、うん、これあれやね、閣議決定でポンと決めたらしまいやわ、うんうん、いやどう考えてもおかしいんですよね。うん、だって横浜川崎川口が入ってて、うん、なぜ八王子が入ってないとか、調布も入ってないとかね。あ、おかしいですね、うん、これはまずいですね、うん、やっぱり人の移動を考えた時に八王子からやっぱり都心に人がやっぱ車でも行くから、ね、そうなんですよね、うん、物流の問題とか考えるとね、うん、これは言ってみる価値ありますね。なるほど。だってこれがもう松添寺院のやっぱりきっかけを作ってるわけですね、うん、そうですよ。三多摩地区をないがしろにした都知事ってことで、うんうん、なるほどね、うん、ぜひね、まあ、確かに奥多摩よりも湯河原の方が近いとかいらんこと言いましたからね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。あれはもう怒りに火つけましたね、うんうん、私たちに動いていただいて、なあ、分かりました、やりましょう、はい、ね、次は、はい、で5は今週の政局かな、はい、これはこれ先やりますか、はいはい、そしたら、はい、もう一度、はい、また心さんが、はい、はい、はい、じゃあ今週の政局いきましょう、はいはい、いよいよ、その前、その、はい、ここです、はい、なんか今日はなかなかその日本の心がだいぶ宣伝しますね、はい、じゃあいつものこれで、はい、前回から少し変わったのはですね、はいはい、あれですね、前回からあれですね、渡辺芳美さんが、うん、大阪維新に入られて、はい、で減税日本に川村さんが維新からも公認されたという、はい、まあ川村さんも、うん、のところもこのままいくと、うんうん、川村さんの系統の方ですね、そう、今があの自利品ですから ね、 今ね、うん、あの減税日本もどうも大阪維新に吸収される方向だろう、はい、やっぱ勢いあるのは大阪維新だけですからねで、あとですね、日心を辞めて、みんなの党を辞めて自民党に会派に入ってた田中みどろさんは公認されませんでした。そうですね、
中西さんも公認されませんでしたということで、まあ、だいぶ自民党自身も、まあ、脱ネオリベ化の方に行っているんでしょう、うん、まあ、この番組の影響もあるんでしょう、はい、そうですね。それからこの元気のところでですね、松田さんほらちょっと半分はみ出してみます引退された、はい、やっぱりギブアップですね。ギブアップですね。他に行き場所なかったんですかね。いやだから早く立候補表明したら田中康夫が降ってこなかったのにね。そう、それで維新からっていう手もあったと思うんですよね。ちょっと残念ですね。で松田耕さんやっぱり50万票以上取ってますからね。そうですね、松田耕太票がどこに行くのかなと。でこれであの田中康夫さん楽勝かと思いきやですね、実は維新を、公認取り消しになった、出ましたよね、あの浜田さん、はいはいはい、和之さんがですね、はいはい、あの自爆テロというかですね、東京選挙区に無所属で出馬しましてですね、はい、田中さんと落としにかかっているという、そう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 、やっぱりこう、ね、恨みは怖いもんですね。まあ結局選挙でそういうの腹いせじゃないですけど、まあ本会議休むのも問題なんですけどね。それで公認取り消しまでいくのはやりすぎではないかという気も選挙もないですが、いやまあまあパフォーマンスですからね、あそこも公認取り消し。まあね。で三谷さんも今なんかちょっとこう江田さんと喧嘩してしまってるような、なんか行き場がない感じですね。当分また導入中ですから、で山田太郎さんはあの、改革に行ってね、新党改革に入られる、あの9人 の、ね、あの比例候補の一人です、そうですね。あと小林節さん10人集まりましたね。集まりましたね、集まりましたね、ギリギリね。一人が選挙区で、あの有名な、はい、小林幸喜さんね。あ、小林幸喜さんね、はいはいはい、ポスター出ましたけどね、19番それであとはもう比例で皆さん、なるほど、うん、はい、それじゃあその次の下のページに行きまして、はい、で今回から東京都知事選と両方並べることにしました。まあもう連携しますからね。あ、しかしこれ蓮舫さん出馬するかと思ったんですけどね、うん、いや、やっぱり蓮舫さんとしてはやっぱ手堅く、なるほど、ね、あ、ただあの蓮舫さんが都知事候補になる可能性があったんで露出が多かったんで、うん、今回やっぱり都知事選挙に出る出ないをあやふやにしてたおかげで参議院の時の票が出るんじゃないですか。いや、私もあの蓮舫さんのね近い人に聞きますとね、はい、今回小川さんのポスター貼ってない人いるんですよ。うん、ああ、なんかね小川さんのポスターねまだあの抜けてますね。そうですね、これやっぱり蓮舫さん、まあ、蓮舫さん得しましたね、これでかなり露出度上がりましたから、で民進党の中でもあの本当は蓮舫があの両方のポスターを組織としては貼らなきゃいけないのが、うん、あの協力体制になってないですね。そうですね、どうもちょっとまあ前回のね、あれですね、明日オンエアのあれですけど、はい、その山さんの選挙ウォッチの時も言いましたけど、はい、実はあの大阪の方でね、うん、ちょっとあの方がですね、小田地さんが危ないんです、うん、そうです、あの小田氏の強ピンチ、ね、当落戦場なんですね、はいはい、小田氏さんって国民怒り、あれ国民怒りの声に推薦されてましたよ。どこで？大阪で。マジで、うん、あらら、あら、そうなの。そうなんですよ。小林節さんそっち入った、わかんないですね。いや、あ、そうなんですか。もうなんで前になってでね、それで、公明党の中堅のね、うん、石川博隆氏に負けそうなんですよ、うん、あ、かなり大差でね、うん、だって小立さんはね一応はその民主党ではある程度の地位にいらっしゃる方ですからね、立正厚生会の重点候補ですからね、はいはいはい、でしかもここに天理教さんとか、うん、崇高真光とか全部協力している状況ですからね、新州連の皆さんが、はいはい、でですね、どうもですね、うん、そちらの方に聞くとこれで蓮舫ちゃんまでが滝谷さんに負けるということになると、うん、もうあの今の日経様が許さんと、あ、もう組織としての威信に関わりますね。もうこれはもうね、宗教団体の顧権に関わるので、はい、もう蓮舫絶対100万票取って滝谷に勝てと、うん、トップ当選、もうトップは中川でもいいから、うんうんうん、で今回はもうやっぱある種、まあ、朝日健太郎さんもそれにかまに厳しいから、うんうんうん、まあ前東海由紀子さんより下になるだろうと思われるので、うん、でもなんか5位6位がなんか団子になってきたから、ひょっとしたら朝日さんもわからないではないわからないけど、まあどっちにせよ、まあ一応ポスターは貼ってますね、まあ自民党組織で、とにかく蓮舫さん2位になって、うん、滝谷に負けたらいかんと、うん、ああまあそれは党のね代表代行と、まあ中堅クラスって失礼ですけど、まだ2期目のね、うん、でしょ、こういう状況になってですね、だから蓮舫竹谷のなんか大変な戦争になるわけですね。でも小川さんを犠牲にしてでもあの蓮舫に勝たせろというふうな動き、うん、どうもね、私の知ってる民主党の関係者の人でね、小川さん今回ごめんと、わ、
いうふうにそうしないと、これで蓮舫さんを勝たさないと、次の衆議院選挙覚えときよということらしいんですが、あー怖い怖い怖い、次の衆議院選挙でその S 学会よりも強いあの動員力を持つ、あのしかもあのスイッチ1から6がない新修練がですね、動かなかったらきついでしょうね。民進党は地区割りはしてないんですか？何がその2人の構成の地区、うん、してない。結構なんか東部地域は、小川さんだとかっていう噂が出たんです。まあ、一応そゆるーくね、あの民進の地区割りって当てにならんね。あの自民の地区割りとか共産の地区割りはしっかりしてるけど、もう民進党の地区割りはもう、もうはみ出ししょっちゅうやから、もう全然分かってやってます、ね。まあ、それは支持団体もあるので、そうまあ一応建前上、そういうね支持団体は大川さんで、蓮舫さんは空中戦となってるけど、いやー2人合わせてもし蓮舫さんが100万票取ったら、小川さんは15万とかね。あそこまで厳しいよね。そうで、怒りの声の小立さんと真山さんを推進してる。あ、真山さん、真山さん何の基準なのか、何の基準ですかね。もうこれはあの小林先生の個人的なつながりですか。そうですかね。なるほど。まあですからここのところでね、今山添さんはまあラッキーと思ってるでしょうしね。山添さん固いですね。まあ、山添さんを入れて4人ですね。4人は固い入力まで、で5番手6番手でちょっとダミー、そうそう、で田中康夫さんが5番確定かなと思ったら、その浜田さんが自爆テロに来たんでちょっと怪しくなって、あの無所属で出ることで足を引っ張る存在になってきて、で三宅さんはどうですかね。三宅さんも、三宅さんはどうでしょうね。ただポスターよく貼られてるなと思って、そうですね、ちょっと当たりますよね。だから組織がボランティアがね、そうそうそう、いや私も午後はやってきました。三宅さんのポスター見てるとね、やっぱ戦場カメラマンそのものなんで、ね、まあそれだけね、ただあの山本太郎さんと一緒に映ってますからね。いやそれ山本太郎って思っちゃう人がいて、山本太郎って思う人がいて、まあそれはないと思うけど、いや私聞かれました、山本太郎って聞かれました。まあでも結構あれはまずいのと、あと、あのとも、あのモノトーンの色合いは、本当は目立つんですけど、隣が徳馬だったので、モノトーンなんです。徳馬さんは分かりやすい、ね。だから、あの辺がちょっと、あの2人組になっちゃって、あのグループはちょっと見てはいけないグループになっちゃって、本当は目立つポスターなのに。確かポジション悪かったね、あれは。いや、本当左端の方だったから、あれは良くないね、場所が。まさやさんはいい場所だったんでね。これはやっぱり。まあでも今回はでも緑が乗らないですよね。はい、だから前回の三宅さんは緑が乗ってる、はい。そうだから、いや前回票が取れる、というか前回は全国でなんで、しかも全国で17万票の勢いは、あれ東京都に直すと多分4万ちょいとかですよね。と言われてるけど、緑の中は、まあ、緑の組織としては佐藤さんでがっつり浮気しなかった、してないんですけど、まあ、内部のメンバー的にはひっちゃかめっちゃかで議論をして、いや私はこの日本の心温度にね、何人が巻き込まれるか。いや小学生が歌えば、いや耳に残りますね。なんかもうちょっと今日はもう石川さんが最初偉いもん持ってきましたからね。そんなことやってたとは日本の、あれで思考停止になってますね。で上の方はそうすると都知事の方は、はい、まあ宇都宮さんはとりあえず出るみたいですよ。まあでもそれに民進乗らないだろうから、だからまあ最終的に民進の方が出してきた候補でもう共産党も含めて、やっぱ片山さん、民進、その民進候補出すんですか。いや片山さんで、民進党ってこれまで、民進党っていうか民主党ってそんなに都知事選に対して積極的に候補者擁立したことないんですよ。今まではそうですね。浅野知事だって勝手に一部の人が、なんか数え方によって6連敗らしいんですよ。都知事選ね、だってこんだけチャンスのにやっぱり自ら擁立っていうのは基本してないんですよ、ね、やっぱり反対して勝ったところで、あといざこざあるの嫌だから、やっぱなるべく、これだから蓮舫なんか強かったんでしょうね。いや出れば強かったと思いますね。だから民主が連れてくるっていうのは、だから逆に言うとまとまる候補がいないってことなんですね。党内がね、民主の中でもね、民主の中でも、いや、いろんな説ありましたね。海江田さんって説もある。ああこんなん出したらもう誰も応援したい。うん、誰かを出して海江田さんを繰り上げたいって主義かもしれない。ああで自民のところ一応桜井俊に
ハテナつけといたんですけど、そうでもなさそうですね。倉石さんはね、やっぱり出ないと思いますね。あの、うん、普通ならあの、あそこまで頼まれば官僚の方出ますけど、うん、ちょっとね、桜井さんの場合はちょっとやっぱり、うん、これは、ね、これでもお父さんが出ちゃったら息子さんがキャスターとかの番組、うん、ちょっと使いづらくなるっていうのはありますけど、ね、まあでもそんなには影響ないと思います。あ、で大阪維新一応ハテナつけてますけど、あ、それじゃそうどうなんでしょうね、東国原秀夫ね。いや、あのまだ分かんないですね、うん、で、あの彼も後出しじゃんけん考えてると思いますよ、うん、でもうちょっと顔、あの様子見てどういう候補者、やっぱり都知事選挙は石原慎太郎さんがそうだったみたいに後出しじゃんけんやるとすごい有利なんで、青島行きもそうです。大阪維新審判に聞いたのはね、うん、今回今浜田和之さんが自爆テロに来たんで、うん、はい、田中さんが危なくなったんですよ、うんうんうん、落ちたら、うん、すぐ 都知事都知事っていうのないのかなと、うん、だからそれ言っちゃったら三宅洋平さんとか、うん、いろんな人はそれ実は考えてんじゃないかって。そう、僕もそう思いますね。そうそう、だって都知事あの参議院選挙出ることで知名度打ったところで、はい、都知事選挙入ればもう選挙区間がなんか倍増しますからね。そうなんね。そんな、でもそれやったらやっぱ有権者愚弄してるのかになりますよ。マスコさん愚弄してる。いや、でもまあその、はい、彼らの場合ももともとね、うん、ファンがいないからね、うん、やるかもしれないよ、うん、まあ、それみんなお金持ってますね。まあ、いや、まあまあね、蓮舫がね、当選してね、うん、辞退して出ると思わないけどね、うん、それはやらないでしょ。それは批判されますよ、うん、それやったら袋叩きでしょうね、うん、それはあの政党にあのそれこそ批判が殺到して、うん、あのバカにしてるんですかってなっちゃいますよ。なるでしょうね、うん、だからあの、じゃあさ、これは、はい、小川さんが落ちて、うん、小川さんが都知事選手の、いや、それもないない、東京の人顔って感じが全然しない。そうそうそう、それは無理です、うん、絶対無理、絶対それはあの小川さんとポスターだってな、国会の鬼検事とかって言ってそれ検察官、裁判官、弁護士とかって書いて、うん、とか検察官で裁判官なんて、うん、一番権力側のキャリアの人間じゃねえか。そう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 、そういうのそういうのなんか自分の自慢できるそのプロフィールと書く神経が終わっちゃってる。そうそうそう、いや、だからもう誰プロフィール的には増田さんとこの第三者弁護士やっててもおかしくない感じですね。ああ、まあそう、やめきやめきからね。そうそうそう、そういうこと言ったらなんで、ね、もう権力人ですよ。法務博士の国議会議員って出た人ですね。まあだからちょっとあの都知事選挙はもうちょっと参議院選挙の途中あたりでなんか顔ぶれが揃ってくるんじゃないですかね。まだまだ混沌としてると、うん、まあ蓮舫さんが出ないんであればね、うん、まあそうですね、はい、で都知事選はそんな状況 で、はい、でいよいよその、ね、参議院選の東京地区で、うん、選挙区ですけども、うん、問題はこの2人がね、うん、どう決まっていくのか。そうですね、うん、5番手6番手は、ね、混沌としてきましたね、うん、これからの大体2週間ぐらいですか、はい、2週間ぐらいが勝負というところですよね、はい、うん、あ、そういえばほらあの立山邦夫さん亡くなりましたけど、はいはい、ね、幸男さんが最後に話をしたのが都知事選の出馬の打診だったとかっていうね。そんな出ようとしたね。それが最後 の会話になりましたとか言って、何、お兄ちゃんが、お兄ちゃんがなんかその弟に都知事選に出馬してほしいっていう支持者かなんかの方の話を持っていった。へ、まさかこんな早く亡くなったご本人も思ってないような。いや、僕入院した方は知らんかった。いや、もう知らなかった。激痩せがね、出てましたけどね。あ、2週間ほど前に都知事選に弟の出馬を期待している方がおられたので打診をしたのですが、今はその気はないよとの返事でした。それが弟との最後の会話になってしまいました。まさかね、それで止まって亡くなるとは、ね、告示の日に、うん、弟ね、だから、ね、え、やっぱそんな補選が10月の23とかですね。うん、あ、まあ補選はね、もうね、うん、はい、わかりました。はい、じゃあそろそろ、まあ、また来週1週間でね、はい、この情勢がある程度確定してくるかなと。そうですね、まあ、まだちょっとまだあのブラッシュアップしていきたい。今のところは都知事選にしても、ね、その参議院選手ともね、まあ、まだ混沌としてそうですね。ただイギリスの EU 離脱かどうかで、うん、やっぱこれ日本の景気にも影響出てくる。株価はまず下落する、ポンド、まあ、そこら辺はまた来週、ね、うん、そうそう、来週分かってということで、はい、そろそろ時間になりましたんで、はい、今週はこれでおしまいしたいと思います、はい、皆さんお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ、はい、します。